はい、2試合続けてご覧いただきますが、まずは新潟ホームの新潟アルビレックス BB 対東京アパッチ、あの昨シーズン終盤の代々木の再戦ということになるわけですね、うん、もう一つは富山の富山グラウジーズ対埼玉ブロンコスです。どうぞ。今シーズンこそアルビ派遣獲得へ、4シーズン目にして大幅にメンバー一新しました新潟。最大の注目はドラフトで獲得をしたポイントガードのこちら竹野明友です。昨シーズンはアーリーチャレンジ制度で福岡でやってました。広瀬ヘッドの期待も大きいようで、早速竹野スタメンです。いきなりチームのファーストゴールとなり、こうして挑みを沈めます。ただね、この後竹野のショットが入らなくなってしまうんですね。しかも竹野にしてはという集中を欠くと言われても仕方がない、このプレーでターンオーバーを喫するなどちょっと元気がありません。なんといってもこの新潟対東京、半年前代々木でのワイルドカードゲームのリベンジマッチなんですが、ちょっと貢献できない形。それでも新潟、池田はショット好調で、中盤までホームの新潟がペースを作ってコースをポリポリ。新潟のディフェンス開始からゾーンでしたが、しかし東京がスクリーンを使って徐々に崩し始めます。ここダンクショットは2年前は高松にいたジュリアス・アシュビーです。東京はというと仲間順平も好調で、自らのスリーポイント決定に、さらに仲間は新潟のディフェンスがちっちゃくなったところを絶妙アシストをニック・デイビスに決めさせます。さらにヘリコプタージョン・ハンフリーのスリーポイント、これは第1クォーターのブザービーターでした。終盤一気の得点ラッシュで第1クォーター東京が新潟を突き放した格好です。ここで第2クォーターベテラン長谷川を新潟投入、一方東京のシックスマン青木登場。するとここもスクリーンから青木光景、いきなりのスリーポイント、それも連続で決めます。逆に全くショットが決まらなくなった新潟に対して、速攻から東京は青木、巧みなドリブル。新潟ディフェンスは東京のトランジッションについていけない形です。さらに東京に勢いをつけたのはこの男、新外国人のヒッド・ジョンソン、スリーポイントの後はダンクショット。第2クォーターだけで12得点8リバウンド、吠える吠える。前半で23点もの大差をつけた東京が、もうほとんどゲームの体勢を決めてしまいます。新潟はディフェンス崩されました。ショットもなんだか冴えません。なんと第2クォーター途中から13分間新潟ゴールゼロ、14本連続失敗、ああという空気が垂れ込めます。終盤ようやく竹野が目の覚めるようなこのドリブルからのシュート、そして竹野もう一つこの後のミドルショットも決めるんですが、同じ福岡出身福田陽堀の先輩に当たる青木の方はというと、涼しい顔で後半もスリーポイント2本で合計5本19得点。東京アパッチ圧勝でした。昨シーズンからの対新潟戦は4連勝です。でも翌日の第2戦は修正した新潟が際どい勝負ながらガンも接触して、なんとか1勝1敗で終えています。では10月第4週のゲーム、こちらはイースタンカンファレンスからお伝えします。はい、お伝えします。浜松東三河対東京アパッチ、浜松東三河、今度は東三河地域でのホームゲームです。豊川市総合体育館からです。チップオフ3時間以上も前から列を作り、この日が来ることを心待ちにしていた豊川のブースターたち、ゲーム前チアリーダーのダンスなど華やかなセレモニーでチップオフを待ちます。やはりブースターにとって一番の注目はこの人、2メートル36センチの男、スンミンミン。しかしプレシーズンゲームで負けている東京にとっては手強い存在、特に167センチの青木光平に聞きますと、本当あんなでかい人を見たことないので、なんかすごい違和感があるんですけど、まあでも隙はあると思うんで、まあそこを探しながら、はい、ところが第一クォーター隙を見せつける前にビンビンにダンクを決めつけられると、ここから浜松が一方的な展開に。ここもアダム・ザーンがオフェンスリバウンドを拾って、アウトサイドからジョシュ・ペッパーズのスリー、さらに素早いパス回しでノーマークとなったペッパーズが連続スリーポイント。開始わずか3分足らずでいきなり浜松が7点のリードを奪います。そしてインサイド、ミンミン登場。2メートル36センチ160キロの圧倒的な存在感です。ゴール下を完全制圧、これは3戦目にして15得点14リバウンドダブルダブル、もうちょっと止められないですね。そうですね、こういう動きながらでもね、こうシュートを打てますからね。しかし浜松ミンミンだけではありません。マイケル・ガーデナーがディフェンスを切り裂き、ザーンへのアリウープ、さらにファーストブレイクから一気に抜け出して再びザーン。第1クォーターいきなり18点のビッグリードを奪った浜松、防戦一方は東京です。第2クォーター途中出場した上方正志がアウトサイド攻撃で流れを引き寄せますが、連続スリーポイントでチームを勢いをつけるんですけれども、ここもヘリコプターのダブルクラッチ、こぼれたと思いきや
新外国人ジュリアス・アシュリー、徐々に差を詰め一時は4点差に迫ります。ところがリバウンド数が物語るように圧倒的にゴール下を支配された東京です。ミンミンにやられ放題のブライアントヘッドコーチは、But don't give him five or six seconds in the lane because then it's impossible to guard. And I don't think, personally, I don't think that's fair. お母さん、はい、ブライアントも言ってましたけれども、ミンミンを止めるのはやはりファールというのはしょうがないんでしょうかね。しょうがないですね。もう外でね、捉えたらもうどうしようもないですよね。まあ、しょうがないですね、ファール行くのはね。頼みのニック・デイビスのミンミンの高い壁に阻まれて、前半は浜松10点リードで折り返します。And, we just had to come back and...Get some more, be more aggressive, get some more intensity and some more energy and match their energy. 後半に入っても勢いは浜松です。開始早々ガーデナーからザーンへのアリウープ。さらにはペッパーズです。スリーポイント、点差は広がるばかり。一方東京も167センチのシックスマン、青木浩平がミンミンの頭越しにショットを決め、さらにニック・デイビス、有言実行。勝利への執念のダンク。しかし最後まで埋まらなかったリバウンド力の差、終了間際には再びオフェンスリバウンドを奪ってアンディ・エリス決める。リバウンドで圧倒した浜松が35点差で東京に圧勝。翌日の第2戦も19点差をつけ快勝した浜松、東京に連勝です。やはりこのゲームは川瀬さん、特にリバウンド力の差というのが ね、 そうですね、出てしまいましたね。あれだけリバウンド確実に取れると外からのシュートも入ってくるんですよね。はい、はい、浜松はミンミンも2メートル36、そしてザーンが2メートル3、アンディ・エリスが2メートル11、さらにペッパーズも2メートル4センチということで、2メートル超えの選手が4選手もね中にいられたらそりゃきついですよ。きついですよね。いやでも他の選手、ね、チームもこれから浜松対戦するわけですから、はい、対策を練っていかなきゃいけないわけですよね。もちろんそうですよね。やっぱりスピードでしょうね。はい、だということです。11月1日2日というのは首都圏の東京と埼玉、この2チームがホーム開幕ゲームを迎えた形ですね。では今日はとにかくいつもよりも増量でお届けしますが、まずはイースタンカンファレンスの3カード一気にご覧いただきましょう。どうぞ。有明です。川地さん、はい、東京初のホームゲーム、こんな長蛇の列でこの数字、いや入りましたね。はい、でまたこの演出がね、ケムケムモクモクの中から東京アパッチの選手たち登場、青木浩平にヘリコプターに、で桑名正宏さんも駆けつけて、もうこの演出にブースター大盛り上がり、これも BJ リーグならではというところですが、さあゲームです。川内さん、なんといってもこれ去年この場所でのイースタンカンファレンスファイナルの再現カード、ティップオフから2秒で牧田連サトシ、序盤は東京がペースを握ります。なんといっても川内さん、ヘリコプターがもうこのホーム開幕戦大暴れ。そうですね、彼はあのブースターがたくさんいると思いますからね。見せる男です。アリュープも決めたかと思えばこのスリーポイントショット、中を意識させておいて外、そしてこれ、すごいパスですね。アシストノールックパスでした。第1クォーターそんなわけで東京5点リード。第2クォーター、仙台はというとオンザコート2で勝負、佐藤松田というこの日本人コンビが浜口ヘッドの期待に応えて活躍です。これも松田のショット。さらにセントプルー、この日実はインサイド切れ味今一つだったんですが、外となるとこうして決めて反撃です。でも前半が39対41、東京が2点リードで折り返しです。安らぎタイム、東京アパッチダンスチームの華麗な舞。華麗な舞というと後半も華麗な舞はこの男、ジョン・ハンフリー、ヘリコプター。改めて川内さん、このヘリコプターの凄さってどの辺になるんでしょう。いやもう本当にですね、初めのスリーポイント、またダンクが決まるとですね、もう抑えようがないですよね。中へ外へ、そしてディフェンスでも頑張ってという強烈なブロックショット。ノンストップヘリコプター、最終クォーターのスリーポイント4発でもうジョー・ブライアントヘッドもニッコニコ、もう44得点の荒稼ぎ、これすごいですね。いやすごいですよね。ホーム開幕戦東京快勝です。で勝利の余韻に浸る東京アパッチのロッカールームにちょっとカメラがお邪魔してみました。Because he was taking good shots, really didn't force shots. You guys made some good passes, penetration, and we had to really stick together and gel and come out and play hard for our fans and get a win. We want to thank the Boosters for supporting us and we'll get many more wins for the CNN Championship.
翌日もそうなんです。開幕日だけではなくて2日目も7318人と大入りでした。連敗を避けたい仙台がラシャードタッカーにインサイドをつかしてセントクルーの外からのショットをチームで引き出したというそんな格好になりました。早めに投入された佐藤慎也のスリーポイントを2本と仙台がこの2日目はリズムをつかみます。ただ先ほどの川内さんのお話ありませんがヘリコプターがマークしたって止まらない。前日今一つだった青木浩平もそのヘリコプターの調子の良さに引っ張られる形で外からのショット、あと仙台の側からするとちょっと仙台の選手とベンチを苛立たせたのはレフリーのジャッジだったかもしれません。ここもそうでした。納得できない浜口ヘッドが何度もこうして審判団に抗議をします。ただそれ以上に仙台が手を焼いたのはやっぱり先ほど来話題の絵になる男ヘリコプター。2日目も最後までショットが落ちませんでした。ヘリコプターはこの日も34得点ですから2日間で77点、東京仙台相手に連勝。では11月第3週のゲームイースタンウエスタン一気にどうぞ。5連勝の後の4連敗、悪い流れを断ち切りたい埼玉。対する東京は3連勝中と好調です。前日に続き激しいディフェンスでプレッシャーをかける東京、ペースのつかめない埼玉は点数が思うように伸びません。東京はディフェンスでもいい働きを見せている情報がオフェンスでも活躍し、前半東京が8点をリードします。後半に入ると東京は最大12点差までリードを広げますが、埼玉は最終クォーター残り4分から寺下が怒涛の得点なし、1人で10得点を奪い同点、オーバータイムへ持ち込みます。勢いに乗る埼玉でしたが肝心なところでミスが目立ち得点が伸びません。一方の東京、情報が少ないチャンスをものにし3沈めます。手堅くフリースローも決めた東京が4連勝。どうした埼玉、痛い5連敗です。さあ5月に行われました昨シーズンのファイナル以来の東京対大阪、すごかったね。すごかった。もうすごかった。本当はもうぐーっとお伝えしたいところですけれども、はい、まあまあこれ意味合いとしてはイースタンとウエスタン別カンファレンスのいよいよ顔合わせっていう部分でも注目で、場所が有明ではなくここは川内さん、はい、代々木第2体育館です。そうですね、来ました。ああこれです。いい空気でしたね。いいですね。初日は2723人、ウィークデーの夜ですがぎっしり詰めかけました。さあまず初日はいきなり情報をスチールから持っていきます。このところスタメン定着、ディフェンス力を買われてか、そしてヘリコプターもだから持たしたらあかんって言うてんのにと完全に序盤東京ペースでした。でも大阪さすがトランジション攻守の切り替え早くして、そうなると序盤良かった東京ディフェンスがズルズルと後退して、そうなればリンワシントン前半で18得点、気がつけば前半でこの差です。46対32、14点差、大阪リード。でも後半大阪に囲まれてもヘリコプターね。さらに好調情報スリーポイント、これが起死回生。第3クォーターで東京グイッと詰め寄る。さあもうこっからたまらない白熱、もうすごい迫力でしたね。ゴール下すごかったですよね。で東京の必死のディフェンスに大阪なかなか点が伸びなくなってきたんですが、東京もこんなところでミス、相手に渡したらあかん。ダンクダビッツ。でも第4クォーター情報のこの倒れ込みながらのスリーが吸い込まれて4点差。ああわからない。ただ情報、ここのその直後のプレーでした。 J 旗野にかっさられてもったいない。これでまた大阪が突き放します。大阪スチールこの日15。でも終盤今度3点差で再びチャンス到来で、もう行き詰まる場内。ジャスティン・ノートンターンオーバー、情報ビッグチャンス。あれお返しターンオーバーになってしまいました。そう、東京にはこの他にも何度もチャンスがあったんですが、最後は大阪が締めて、東京にとっては悔いの残るゲーム。またホームで大阪相手に勝てないのか。でもわからないものです。翌日木曜日の第2戦は東京驚異的な粘り、第1戦以上に終盤までもつれて、しかも第1戦以上のお客さん3173人、大阪リード、ファーブトラブルに見舞われながらも大阪逃げ切るだろうと思われた残りわずかのところ、青木浩平兄弟総立ち。うわー、東京が大阪相手にホーム初勝利。もう
何かこう涙ぐんじゃうぐらいのいい雰囲気ありましたよね。この熱戦にも相まって、本当に怖いですよね、はい、何が起こるかわからない、はい、でまたスリーポイントの威力っていうのは一気にですね点数をこう詰めますね。そうですね、はい、雰囲気がねガラッと変わりますね、会場中の雰囲気が本当はもっと長く語りたいんですけれども、こういう試合もう一度見たいという方はぜひチケットを買ってアリーナに足をお運びいただきたいと、はい、あるいは BS フジの中継をご覧いただくか、はい、はい、さあでは今日お伝えする最後のゲーム、現場で大興奮だった田淵くんから、はい、お伝えします11月ラストウィーク注目のカード、11勝1敗でウエスタントップを行く沖縄とイースタンで首位に立った東京アパッチの頂上決戦、舞台は有明コロシアムです。西と東の頂上決戦、一地区首位を独走する沖縄が今シーズン初めて有明コロシアムに登場。来た来た。そして迎え撃つ東京はというと、前節で王者大阪を劇的な逆転勝利で沈め東地区のトップに浮上。そのゲームの勝利の立役者青木浩平選手に話を聞いてみますと、パス出してもしそのどっかに引っかかったりとかミスがあるよりも自分で持ってった方がいいと思って、まあコーナーが空いてたんで、それでまあとりあえず突っ込んでシュート打って、歓声はでもすごかったです。やはり代々木で満員で、ジェフ・ニュートン、まあ、彼がすごく沖縄ではキーマンだと思うし、あとは日本人の得点っていうのは沖縄すごく多いんで、やっぱりその日本人の得点というのを抑えていくという必要があると思います。負けられない、いや負けたくない、東西の頂上決戦は序盤から川内さん、川内さんもアレクロシアもいらっしゃってましたけれども、まあ、特にこの序盤ジェフ・ニュートンが昨シーズンから今シーズン加入して全然違うチーム変わりましたね。チーム変わりました、本当に教師の本当要ですよね。そして忘れてはいけない青木選手も言ってましたが、このタクシー、近所、このホットライン、日本人選手というのも目立ってますね。得点力本当上がりましたね、はい、さらにはインサイドビッグマンクリス・エア、さらに新加入マクヘンリー、マクヘンリーもねポイントですね一つ。そうですね、沖縄は今年の強さは本物だと言わんばかりの強烈な攻撃を序盤から見せつけます。一方東京も東地区首位の意地、しかも舞台は有明です、ホーム。ニック・デイビスがこの強烈ワンハンドダンクでお返しすると、さあ登場です青木浩平。マクヘミーとのこのマッチアップ身長差35センチ、ね、でも沖縄はあれですよね、しっかり青木に得点させたくないっていうことを、ね、マッチアップ変えてきましたね。インサイドと思いきや、そして今度はアウトサイドからのスリーさらに攻撃だけではありません、ここアリウープ見事なパス、ピンポイントアシスト。熱すぎる東西頂上決戦は意地のぶつかり合い、お互い全く譲りません。第3クォーター終わって62対62同点。同点で突入した最終クォーター、抜け出すのは沖縄かそれともホーム東京アパッチか。さあ先に抜け出したのは東京でした。ホームのブースターの大声援を背にデイビス、そして青木浩平の、見てください、これ華麗なリバースレイアップ、残り1分47秒で点差は6点。さあこれで勝負はついたのか、ところが川内さん一押しの金城がここからシュートラッシュ、まずスリー決めた、そしてまたもや連続スリーポイント。いいところで今シーズンこの金城のね、そのシュートっていうのはチームを救ってますよね。自信持って言ってますよね。一方東京は青木浩平、東京ブースター狂喜乱舞、オイツオアレスの大接戦に最後の最後まで目が離せない。そして時計は残り 2.5 秒、3点を追うのは沖縄。さあ誰にパスを託すか、やはり近所、さあこのシュートはゴールネットを揺らした劇的のスリーポイント、同点。今度は沖縄ブースターが狂喜乱舞、いやーもうね気持ち分かりますけどね。ゲームはオーバータイムに突入です。さあオーバータイム入っても熱い展開、大接戦は残り10秒を切ったところで東京が1点のリード、まだまだゲームは分かりません。それでも沖縄はここからこのプレーでファウルをもらいます。ワンエンドワンスローのフリースローのチャンス、残りは2秒です。日本決めれば沖縄逆転、打つのはルーキーの菅原、祈る沖縄ブースター。さあ運命のファーストショット、1本目、非常にもリングに弾かれた。リバウンド大きい。東西頂上決戦第1ラウンドは1点差です。
オーバータイム東京が制しました。シェフカラさん、はい、ホテルフォームこのゲーム疲れましたね。疲れましたね。もうダンクの応酬、スリーポイントの応酬、そうですね、素晴らしいゲームでしたね。さあ翌日どうなったのか。さあ第2ラウンドも序盤からヒートアップ。特にこの日マッチアップしたこの2人の外国人、ヘリコプターとマッチヘンリー、このマッチアップも見ものでしたね。いやもう見応えありましたよ、入れ替え入れ替えし、ダチュートの1対1、お互い負けきる強いね、キャッシュですからね。本当に意識し合ってましたね。しかし東京の要のこのニック・デイビスが前半だけで2つのテクニカルを受けて退場してたんですね、はい。ピンチに陥った東京ですが、ここからやはりこの下、青木浩平、攻撃に仮面を作りながらも自らショットを放ち、次々と得点を奪います。逆に沖縄はマックヘンリーのショットに思わず、ここリングね、もう入ってましたよね。シンソンがターンオーバー連発、前半東京が13点のリード。あとあと聞いてこないといいんですけどね、沖縄も後半に入り、クリス・エアーの連続ダンク、徹底したインサイド攻撃で徐々に差を詰めていきます。しかしこの日の東京は簡単には崩れませんでした。敵がインサイドならこちらはアウトサイド、ヘリコプターが立て続けにスリーポイントを沈めます。決まってましたね今日ね。いや本当にもうね、最終クォーター終盤には沖縄が捨て身のファールゲームに出ますが、東京にはミスターフリースロー青木浩平がいました。今シーズンここまで 100% のフリースロー成功率、ここも8本連続で決め沖縄に引導を渡します。東京が東西頂上決戦に連勝、逆に沖縄は今シーズン初めての連敗です。やるべきバスケットが、40分通して全然できていなかったなという反省点だと思います。悔しいゲームですね。まあ、試合目は特に負けはしましたけれども、近所なのギリギリでのスリーポイントは見事でしたね。いや本当ですね。でも誰もがもう近所な、その前2本決めてましたよね、もうまた近所だって分かっていながら決めるんですからね、これやっぱすごいですよ。まあ、そして2試合目もこの日はもうヘリコプターの外からのスリーポイント8分の6です。 75% です。いやもう本当 ね、もう彼が打ったら入るっていう感じでしたね、2試合目はね。まあ沖縄フリースローもここまで 100%、はい、この記録はどこまで続くかという非常に注目ですね。さあでは順位表チェックしていきましょう。そして11月の月間 MVP はこの人、東京のジョン・ヘリコプター・ハンプリン選手。もうこれは川地さん、しょうがないですね、もう本当にすごかったですね。もう川地さん押してもとにかくすごかった、すごかった、はい、もう見られないという感じですが、ということでサークル計算機と週間 MVP のお二人には電子マネー AD 3万円分、そして月間 MVP のヘリコプター選手には10万円分がチャージされたカルワザクラブカードが贈られます。大分県佐伯市総合体育館にイースタンカンファレンストップの東京を迎えた大分、前半クラウチやウィルキンソンなど外国人コンビがインサイドをパワーでこじ開け得点を重ねます。しかし日本人だって負けていません。与那嶺、さらに佐藤君武と続き、オバーヘッドも勝利への手応え十分。ところが後半に入り流れは一転、フラストレーションのたまる展開に、つまらないパスミスあり、オフェンスファールありとターンオーバーを連発し大失速。逆に東京のニック・デイビスからヘリコプターへの豪快なアリウープを決められた大分、第1戦に続く大敗でホームで大連敗を喫しました。さあもう一つ東京対浜松です。有明初登場ミンミン、顔ぶれ激変ですよ。3人退団して2人入団です。浜松東三河、その新戦力の一人、いきなりスタメン起用マーカス・モリソンに速攻からこんなダンク、風貌もキャラも独特です。速いパス回しからフリーとはいえスリーポイントもこのモリソン決めます。デビュー戦20得点大活躍。浜松は得点源マイケル・ガーデナーも第1クォーターだけで18点の活躍です。この日の存在感、この日も際立ちますガーデナーで、浜松は日本人選手も好調に続々ショットを沈めて、あれ呆然。さあその東京は浜松得意のゾーンのディフェンスにかっちりハマっちゃった格好、情報もそれからこの日が28歳バースデーだった青木、ガード陣もシュートを打たせてもらえない。前半だけで31点もの大差がつき、早々勝負が決まっちゃってしまいます。さてミンミン東京初登場、ニック・デイビスが隠れるってどういうこと。というわけでダンクも楽々、点差も離れちゃったせいもあってマークも甘々、
この後の有明はもうミンミンダンクショー。初めて見る方独特のダンクに歓声と一部ため息と、浜松が118得点の大勝です。東京これで対浜松今シーズン3連敗いずれも大敗なんです。どうすんの東京で、翌日第2戦ヤクルトスワローズの田中東選手が東京の応援に駆けつけてビッグオープンセレモニーね、そんなこともあるんで勝たなきゃ。でもいきなり田中選手を目にしたのはスンミンミン。こんなダンク早い早い痛い痛い痛いよ。証拠 VTR ヘリコプターの人だけ打ち痛い。あーまだ痛い。でもプレー続いてんの。あ、3秒だけ気をつけて、デッド置いて、あ、ボール来た来た来た。ダンク決策これ頭はダメだ頭は。ともかく東京この日も破壊のマルシカ。ところがこの日は情報がすごかった。奮起しました。積極果敢に相手のゾーンディフェンスを崩すと外からも入る。また入ると、誰にから出られたボール情報です。第1クォーターだけで情報1人で13得点。底冷えのする有明もじわ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 温まってきました。さらに後から登場青木も第2クォーターに2本のスリーポイントショットを含む、やはり13得点。それから攻守に大奮闘、この人の存在忘れちゃいけないキッド・ジョンソン、24得点11リバウンドダブルダブル。東京がこの日は前半で浜松を圧倒します。10点差ですけど、まあ昨日はもう40点差ぐらいで負けてるんで、なるべく大差で勝ちたいと思います。 You know, Joho and Kohei, they could not make a shot yesterday, and today they make a shot. So, you know, anytime you play against a zone, you have to make some jump shots. とはいえ後半浜松も諦めません。なんとか追いつくようなチャンスはあったんです。本当にあったんです。ただ前の日の反動なのか疲れなのか、どうもテンションばかりが空回りという感じになってしまいました浜松。一方で東京は追い上げられては情報が決める。この日チームトップの24ポイントを最終的に叩き出す。青木も23ポイントで続く。ショットが最後まで落ちません。100点ゲームでお返し、ようやく対浜松初勝利。そういえば青木といえば開幕以来1本も落としてませんでしたよね。フリースロー、あー開幕から42投目、ついに初めての失敗。記録は止まりましたが、でも青木もミンミンもこれはすごかった。本当に応える底冷えの有明でしたが、ブースターは大満足でしたよね。そうですね。ミンミン選手、おかしいです。面白い。あれは絵を撮り続けていたらダメなのか、すごいよね。きっと何があると思って撮ってたんだろうね、あの絵をね。あとこの日のミンミンは、ドリブルからのね、ショットなんていう、割となかなか見られないシーンもあって、その意味でも有明のお客さん、本当に底冷えがしたんですけど、大満足だったと思います。東京と浜松ってなんか1日で全然違 う、ね、特に東京ね、はい、生まれ変わっちゃいますね。では順位に参ります。まずはイースタンカンファレンスです。試合数にばらつきがありますので、まあ、暫定的な順位なんですが、はい、東京、埼玉、仙台、そして以下浜松、新潟、富山、まあ、2週前とは順位の変動はありません、ね。はい、続いてウエスタンカンファレンス、こちらも順位は2週前と同じです。うん、沖縄がやっぱ強いですね。出てますかね。4敗、はい、そして高松、大阪、以下滋賀、福岡、大分というふうになっています。続いてイースタンカンファレンスでは東京の青木と新潟の竹野、同じ高校出身のポイントガード対決です。まずは先輩青木が後輩竹野を振り切ってレイアップ、さらにスリーポイントも沈め得点を重ねると、アシストでも見せます。スロングパスを見事に通し、フィニッシュはヘリコプター。そしてゴール下でもアシュビーにこのアシスト。5つ年上の先輩としての貫禄をしっかりと後輩に見せつけ、前半終了して東京が4点のリードを奪います。しかし後半です。ホームときめっせでは東京に負けたことがない新潟が反撃。池田がアウトサイドからのスリー、さらにインサイドへ果敢に切れ込んでのレイアップ、徐々に点差を詰めると、前半は完全に青木の引き立て役となっていた竹野がなんとその先輩からスチールしてこのアシスト、さらにこの後でスリーポイントも沈め、最終クォーター残り6分47秒逆転に成功した新潟。しかしその新潟、竹野に立ちはだかったのがまたしても青木康平でした。竹野の必要なマークを軽々と振り切り、次々と得点を重ね、この日チーム最多28得点の大活躍。先輩青木が後輩竹野との直接対決を制し、東京がときメッセでの初勝利を挙げました。翌日の第2戦は新潟が雪辱し、このシリーズ1勝1敗です。
年末は27日28日に3カードが行われました。その中から注目のゲームは、はい、お知らせの前にもご覧いただいた通り、イースタンの最下位富山が前の週に埼玉敵地で連勝をして3連勝を始めてあげたわけですが、そんな新生富山が今度は有明でイースタントップの東京アパッチに挑んだゲーム、これをお伝えしましょう。前節アウェーで埼玉に連勝して3連勝を飾って乗っている富山、有明コロシアムへの今シーズン初見参。まだまだと思ってるし、いつ落とし穴があるだろうと思いながら、やっぱり不安を感じながらやってますんで、今日もどういう展開になるのかと思ってちょっとドキドキしてますけども、はい、とあくまでも謙虚な姿勢を貫く石橋ヘッドコーチ。カメラはゲーム前のロッカールーム。まずオフェンス、いつも同じことだけど、リバウンド取ったら走る、自分たちのテンポで忘れないこと、気持ちよくシュートを打つことね。ニック・デイビスとかアシュビーとか、この辺のオフェンスリバウンドがすごい強いんで、ここしっかりボックスアウトしてリバウンドを取りに行くこと。いい感じで笑顔、気合いも乗って、さあ首位東京との一戦ですが、このゲームは川木さん、はい、思い起こせば序盤から富山の攻めすごかったですね。すごかったですね。もう気合い入ってましたね、最初はね。もうとにかく寒さを吹き飛ばす猛攻を見せた富山です。アップテンポに行きます、シシトからウェブ、さらにこの開いたボールをカバヤもきっちりと決めると。で、先ほどロッカールームでもヘッドコーチが強調していたボックスアウトもね、そうですね、しっかりボックスアウトしてからリバウンドを取ってましたよね、はい、リバウンド数でご覧の通り東京を圧倒していた富山でした。4連勝、これ見えてきたかな。でも東京は情報マキダレンがもう一つだったんですが、ヘリコプターがアウトサイドから決めます。さらにシックスマン青木がこの日当たってました。まず外からのスリー、これ連続で決めたんです。次はこれは必見ピンポイントアシスト、ほら、ほら、こんなアリウープヘリコプターと、取ったら取り返す接戦になりました。スコアご覧の通り、東京に3点、富山がリードして前半折り返し。後半、東京、アシュビー、ここダンク、となればお返し、ロドニーウェブのダンク、両者譲りません。で、リバウンド争いでかなり熱く、わー、なんとありありありゃ、まあ、ちょっと中断の後、結局喧嘩両成敗という形でヘリコプター赤丸両者退場で、両者の軸を変えてどうなるかとね、川内さん、これ思われたんですが、そうですね、富山頑張りましたね頑張りましたね、はい、アウトサイドとインサイドのバランスがすごく良かったですね。結局フィールドゴール成功率も 58% を超えていたこの日の富山、後半突き放しました。さあ一方、お子さんが生まれたばかりの中西もアウトサイド、さらに自身キャリア初のダンクも決めて、パパパワーを見せて反撃をしようとしたんですが、富山は結局攻撃の手を緩めず、とどめ、強烈、ウェブ、ダンク。40分間完璧なバスケで100点ゲーム、首位相手に快勝富山、アウェー3連勝、チーム連勝記録も4に伸ばした。喜ぶのは富山、ただ首位東京にとっちゃ屈辱。あ、怒りのマグマがふつふつ。そうなんです、なんで負けんねや最下位に負けるなんてありえんわ。そんなわけで青木スタメン起用です。仲間にはカバヤを抑えろという匿名を与えました。これが当たりました。外国人たちもよく富山のオフェンスをマークして抑え込みます。一方東京、オフェンスの面ではスタメン起用の青木浩平がまあ落ち着き払ってこんなショット、ふんわりで、ヘリコプターがアシストする側に珍しいな、回ってアシュビーのアリウープをお膳立て。第1クォーターで東京11点リード、第2クォーター立ち上がり情報から中西楽々ミドル、前の人はすっかり別チームでニコ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 、このまま行こう、早すませよ、あ、だからなんで大阪弁なんださらにここ、いやもうこの展開でダンクを決めるわけですけれども、強烈なダンク。東京ベンチからもちょっと意味がこう消えたりしますけれども、こんな形で決めます。富山もガッツポーズで、気がついたらもう4点差で、あれなんか雲行きがどうすんのお父ちゃんだからしかしこのピンチにショットクロック、残り1秒のスローインから青木のスリー、残り1秒からです、ショットクロック、ここぞという場面できっちり決めるところ。この後富山のターンオーバーもすかさずヘリコプターダンクで決める。さらにダメ押し青木浩平と、もうこの落ち着きというかタッチというか、この金というんですかね、占領役者芸術的。最後は青木の決め手に屈した形の富山、連勝4でストップです。36分に期間出場で青木7本を沈めて20得点。
すごい2008年の勝利だったわけですよ。はい、富山は2年ぶりしかも100点ゲームで4連勝ですよ。はい、はい、本当にその自分たちのバスケット、そのロッカールームで言ったことをですね、みんながこうやってますよね。負けはしましたけども、その負け方がですね、本当にね、食らいついた負け方、はい、そういう以前の富山だと崩れちゃうんですけども、はい、本当グッと我慢してますよね。できるんだって意識が相当高まってるっていうふうにね、はい、石橋ヘッドコーチもおっしゃってたんですよ。そうですね、はい、最初の試合、富山が勝って、で試合後の会見、ブライアントヘッドコーチが、富山は現在最下位だけれども、やばいチームじゃないんだぞっていうのが、ね、印象的で、まあ、すかさずに試合目にはスターティングメンバー変えてみましたからね。年末から正月を挟んで4連戦となった富山対東京、序盤から激しいゲームとなります。ロドニー・ウェブのショットをブロックしたのはジュリアス・アシュビー。そのアシュビーが仲間のパスからダンク。ペースを握った東京が前半をリードします。一方、ゴール下を固められた富山ですが、ウッドヤードのダンクが炸裂。ここから反撃開始。しかし後半、逆転がかかった西垣のこの速攻をヘリコプターに止められます。そして試合を決めたのはまたしてもこの人、青木でした。富山のプレスを嘲笑うかのようなドリブル。この日もチームハイの22得点。アウェイの東京が石始めのゲームまず先勝です。翌4日の第2戦はホームでの勝利を願うブースターに応えて富山が先手を取ります。前の日のお返しとばかりに強烈なこのブロックショット。一旦は逆転されたものの、カマラのダンク、さらに手を焼く青木のショットをブロックすると、そのまま速攻に持ち込み、ウェブの逆転ダンク。歓喜の場内も大騒ぎです。しかし終盤同点に追いつかれ、残り時間わずか。時間を使った青木のショットは落ちますが、リバウンドを取ったのはニック・デイビス。残り 0.5 秒の劇的ゴール。あと一歩で勝利を逃した富山、これで結局東京には3連敗。しかし試合後、1年目にエースとして活躍したジェロッド・ワードのチーム復帰を発表。強力な戦力が戻ってきました。ゲーム前、来シーズンのオールスターが仙台に決定したことが発表され、仙台ブースターは大喜び。ところがそのブースターたちがこの日目の当たりにしたのは、東京のヘリコプターのショータイムでした。まさにアンストッパブルでワンハンドあり、そしてバックハンドありと、序盤から強烈ダンクのオンパレード。一方、仙台もフォルムが強烈なダンクでお返し。さあ反撃といきたかったのですが、エースセントプルーがヘリコプターとのマッチアップでディフェンスに気を取られすぎたのか、いつものシュートタッチが影を潜めて、アウェイ東京に前半11点のリードを許す苦しい展開。それでも後半に入ってやっと調子の出てきたセントプルー、ジャンプシュートにスリーポイントとホームのブースターを沸かせます。しかしこの日は最後まで東京ヘリコプターのワンマンショー。アクロバティックなシュートを沈めると、後半も強烈なダンクを連発。最後までヘリコプターを止めることができなかった仙台はホームで痛い黒星。逆に東京は4連勝です。翌日の第2戦、仙台は序盤160センチの志村がタイトなディフェンスを見せ、東京オフェンスをストップ。スチールからのレイアップなどでゲームのリズムをしっかり作ると、この日はエースセントプルーが見せます。アウトサイド、そして続いてインサイドと前日の借りを返すとばかりにチーム最多の20得点をマーク。仙台が勝利し、東京戦の連敗を3でストップしています。続いてはイースタンカンファレンスです。オールスターの1週前のイースト、首位の東京アパッチ対、イースト4位の埼玉ブロンクスとの一戦、舞台が有明コロシアム東京のホームなんですけれども、今回からこのカードは首都圏ダービー、こんな名前が付けられました。早速どうぞ。はい、有明コロシアムです。川地さん、はい、首都圏ダービーというネーミングなんですが、その心は？そうですね、両チームのブースターが最大限ですね、楽しめるような様々な工夫がこう凝らされていますよね。はい、
こちらは東京アパッチのホーム有明コロシアムなんですが、普段所沢あたりをホームにしている埼玉ブロンコスもでもなんかホーム状態だったんですね、この日はね、はい。コート上も東京アパッチダンスチームがこういい空気をね、おーと思ったらポニーズグリーンが一気にグリーンだというこれぞ首都圏ダービー東京対埼玉。お、埼玉といえば埼玉西武ライオンズ昨シーズンのチャンピオンチーム渡辺久信監督のキックオフセレモニー、東野さんと先輩後輩ですしね。さあゲームの方参りましょう。東京対埼玉です。マスクマンも有明に駆けつけております。先にリズムはグリーンのユニフォーム埼玉でした。アントワン・ブルクシーインサイド3連続ゴールでした。埼玉は今シーズンすでに東京戦連敗を喫しているんですけどね、いいスタートでも東京も負けずとヘリコプターのインサイド、ここは牧田蓮聡のスティールからの速攻をヘリコプター、これが出れば東京のまあ勝ちパターンというか一気に勢いが出るパターンなんですが、あれ埼玉ゾーンとなると東京がちょっと攻めあぐねて手こずっちゃいます。ゾーンディフェンスいいタイミングでゾーンしましたね、はい、埼玉ね、まあ、きっかけというのは埼玉スティーブ・ホーンがファウルトラブルに見舞われたんでゾーンにしたというところもあるんですけど、これがはまりましたね、はまりましたね、まあ、でも東京は中西翔司がこうやってスティールから今シーズン自身2本目ダンクを決めたり、さらにワンタッチパスなかなか鮮やかな連携、青木が上げてというね、これは東京らしいし首都圏ダービーにふさわしい。でもセットプレーになると東京を崩せません。得点が伸びないんですね。あらららら、ら逆に埼玉清水太志郎鮮やかなパスさばきでゴールを演出。ここも太志郎から組んだブロクシー、さらにスリーポイントといえば庄司、面白いように決まって苦手東京相手に埼玉は敵地で前半5点リードです。追っかける立場の東京、後半ブライアントヘッドは外のシュートというわけで、相変わらずゾーンの埼玉に対し情報3決まる。情報が河内さん当たってましたね。そうですね、もう完全に情報に打たせて、あとはみんながリバウンド行くぞと、はい、もう徹底してましたね。で取られて動揺する埼玉ディフェンスをさらに追い打ち、なんじゃ今のヘリ。一時東京10点のビハインドがあったんですが、もう逆転、それもあっという間でウェーブ、紫ウェーブ。でもいつもだったらずるずる東京相手にやられちゃう感じの埼玉ですが、北向きがねブースターの後押しを受けて若きシューター3ポイントで応戦、また逆転で渡辺監督のニコニコ。第4クォーターに入っても一度一度首都圏ダービー東京ヘリコプター3でしょう、それからドライブでしょう、もう大暴れ。でも埼玉の清水大志郎維持、チームハイの22得点いいですか。残り6秒で埼玉3点リード、から5秒9でこの点差3点差です。ラストワンプレーにかける追う東京、60秒タイムアウト2度使いました。ブライアントヘッド、この人に任せるのかな、ボールはやっぱり情報、さあ情報テイクからシュートが、これ庄司のファウルということはフリースロー3つ、痛恨庄司、3点差です。残り1秒2です。1本でも落とせばという緊張するスリーシュートに、本当3本とも本当に驚くぐらい冷静でしたね。3本決めるまでちょっと黙っといてと思ってこうやってやってたんですけど、まあ、そんなことできるぐらい余裕があったってこと。さあ情報、1個でも落とせば事実上届きません。3本決めればオーバータイム、1つ決めた、2つ決めた、あとにかくプレッシャーがかかる場面で冷静だと先ほども話していた情報、見事に土壇場同点で首都圏ダービー初戦にふさわしくオーバータイム突入。でも追いつかれた側と追いついた側、河内さん、勢いの差が歴然でしたね。そうですね、もう本当ね、スタートからもう一気にね東京ペースになってしまいましたね。情報の勢いを衰えないが、で埼玉ファウルゲームなんですが、東京はこれフリースローの名手青木浩平に対してファウルさせる状況を作って、これをまた浩平みんな決めて8本フリースロー成功、接戦制して東京このカード3連勝となりました。いやーそうだなーという太志郎選手、悪夢を振り払おうと努めた明るく有明院の埼玉です。首都圏ダービー第2ラウンド、この日も怪我のスティーブ・ホーンが埼玉欠場でした。オンザコート2の埼玉でもレジーボールいきなりミドル、それからスリーポイントを決めると、清水太志郎のスリーポイントで続いて、これ埼玉上々の立ち上がりでした。でもこの日の情報がまあ当たっているスリーポイントすぐ返します。するとリズムを失う埼玉に痛恨のターンオーバー、ヘリコプターフリードゥアンク、たまらずブルバーヘッド20秒タイムアウト、これどうですか。いや、いいタイミングで、タイムアウト取ってましたね、一息すっとつかせて、はい、でもその直後に向こうせせっかくタイムアウト取ったのに
情報スティールから第1クォーター13得点逆転東京7点リード。さあなんとか情報をなんとかしなさいとベンマーヘッドを埼玉ベンチでも情報止められない。いやーでも乗ってましたね。だからブースターなんだよってねその気持ち分かります。後半もほとんどファウルを受けながらもこの情報スリーポイントスリーポイントグリグリ止まらない、どうにも止まらない。するとまた埼玉ターンオーバー。さあ牧田連里自らまさかダンクかアシストでした。ヘリコプターへのアシスト綺麗。ニッコニコブライアントヘッドコーチベンチのスタッフ選手たち東京リードが第3クォーター時点で19点差。ところが情報を下げると第4クォーターは埼玉反撃ブロキシーダンクに東京アシティが1個ダンクで返しますが埼玉ファウル4つで我慢を続けている寺下もここ中切り裂いて入れます。さらに清水大志郎が3ポイントで気がつけば点差一桁です。埼玉点差を絶対キープだ。今度は埼玉が終盤止まりません。寺下スリーポイントを決める。さらにブロキシーがここを大志郎から受けて2つ目ダンク。勢いは埼玉さすが首都圏ダービー。ところがその直後ブロキシーこれでファウル5つファウルアウトだ。ブロックショットだ。これで埼玉オンザコート1になってしまって、でも粘って3点差埼玉ファウルゲーム。でもファウルゲームの相手が公平やミスターフリースロー青木公平ワンエンドワン4本全部決めて確実です。埼玉脅威の粘りも届かず首都圏ダービーは東京の連勝となりました。有明で見応えある首都圏ダービーというこの企画この心意気。ただゲームそのものは東京が強いというか埼玉が東京相手にというかどうご覧になりました。そうですね、特にこの2ゲーム通して情報がですね、はい、本当にこうね大当たりしてましたよね。ただ負けた埼玉も、はい、その外国人選手がねファールトラブルまたちょっと怪我もあったんですけども日本人選手の3人出てて本当にいいバスケットをやりましたね、はい、見応え十分の初めての首都圏ダービー第2戦ご覧ください。まずは1月30日から2月1日にかけて各地で行われたゲームからお伝えしてまいりますけれども、まずイースタンカンファレンスいきなりオールスター直後に頂上決戦があったわけですね、首位の東京アパッチ対この時点で2位の浜松東三河フェニックスの一戦。首位攻防戦は浜松東三河のホーム、この日は浜松ではなくて東三河側です。豊橋市総合体育館です。風が強い中東京が浜松というか豊橋に乗り込んでのイースタンカンファレンス頂上決戦。ただこの東京に緊急事態が起こっていたヘリコプタージョン・ハンフリーがこの大一番を前にこのご覧いただいているこのゲームで左手首骨折だから大事な首位攻防戦にエースがいない。川内さんこれ痛すぎますね。いや痛いですよね。案の定このヘリの機体は7人大きく引いて前の日第1ラウンドにはご覧のスコアで完敗でした東京。だからこのゲームを落とすとついに首位の座から陥落。11月22日から思えば東京がずっと首位を守ってきたわけです。逆に浜松は絶好調9連勝中、しかも新戦力ケビン・ミッケンズ2メートル6センチのフォワード、ますます勢いは加速。中村ヘッドの勢いも止まらないか。で川内さんこのゲーム序盤から何かこう意地と意地でぶつかり合うと見たらいいんでしょうか。どう見たらいいんですか。すごいですよね、体のぶつかり合いがね、はい、結構まあやり合ってるというかなというか。ただそんな中東京にここアクシデント発生。ニック・デイビス負傷。まだ第1クォーターの途中ニンニンの裏からこれディフェンス競りに行ったところでそう左足首を捻挫してしまってこれまた主力離脱ですよ。ドラブライアントヘッドもこういう表情になろうというものです。こうなると浜松ペースに気になるのは仕方ないですかね。これしょうがないですね。ガーディナーのインサイドにモリソン、こんなところからスリーポイントショットを決めます。さらにミッケンズも名刺代わりのブロックショット。さらにこのケビン・ミッケンズ新戦力ミドルレンジからのジャンプシュートを沈めるなど暴れまくりでした。浜松が前半9点リードでの折り返し。後半も勢いは完全にホームの浜松ペースでした。センターのニック・デイビスを失っている東京のそのインサイドを抱え込めてガーディナーがもうショータイムモード。さらにファストブレイクからこのデボン・ジョーダンがワンハンドダンクへというのでベンチも盛り上がりまくりです。一方東京青木浩平が見せるんです。インサイドつくんだけど浜松ディフェンスの完全に餌食になってしまいました。さらにジュリアス・アスビー、ここは大チャンス。おーいこれはもう新幹線台返してよ。とどめはミッケンズの豪快なダンクともう浜松ベンチ笑いが止まりません。浜松東三河怪我が決勝力を変えている東京相手に楽々連勝、チーム連勝記録を10に伸ばしついにイースタンのトップに浮上です。We'll keep you in the street, go on. And see you next week.
主力を欠いた東京も気の毒ですけど、やっぱり浜松の勢いということなんでしょうか。そうですね、本当に入ってくる選手がですね、コートに出てくる選手がみんな自分の役割をですね、本当果たしてますよね。だからベンチ全体すごい盛り上がってますね。そしてそれを束ねるベテラン、経験豊富な中村ヘッドコーチの手腕という部分も大きいんでしょうか。はいはい、なんか慣れてきたなっていう感じがしますよね。ついにでもこの今お伝えしたゲームで東の首位が入れ替わったわけですね。ついにここで、そう、首位の座が入れ替わったイーストではさらに東京がピンチに陥っています。2月4日5日ウィークデーに行われた代々木第二体育館で行われたゲーム、相手は新潟でした。東京と新潟、去年のワイルドカードゲーム以来となる代々木での対戦でしたが、東京はヘリコプターとニック・デイビスが怪我で欠場と、まさに手負いの状態でいざキックオフ。それでも東京は前半、キッド・ジョンソンのダンク、さらにアシュビーがブロックショットを決め、ベンチの2人も大喜び。ところが東京の得点源167センチ青木浩平に対し、新潟は身長差29センチのリトルをマッチアップさせてしまいます。その高さに序盤苦しむ青木、それでも負けじとゴールしたピンポイントアシストを決め得点を演出すると、リトル越しにはこのスリーポイント、青木が意地を見せます。ところがその青木の高校の後輩、新潟の竹野がこの日はすごかったんです。シックスマンで登場し、ファーストタッチでスリーを沈めるともう止まりませんでした。第2クォーターだけで4本のスリーを含む16点と大爆発。前半新潟が5点リードで折り返します。後半に入り、ホーム東京も情報がこのスチールからファストブレイク、フィニッシュはジョンソンのダンクと反撃を見せたのですが、やはりヘリコプター、そしてニック・デイビスの欠場は大きく、インサイドの弱さを徹底的に突かれ得点を許してしまいます。そしてその東京を突き放したのはまたしても竹野でした。華麗なダブルクラッチ、さらには先輩青木を見事にかわしてのレイアップと、この日19分間の出場でキャリアハイの26点をマーク。新潟が去年ワイルドカードゲームで屈辱を味わった代々木で東京に快勝です。東京の、会場のたくさん、前半ほとんど東京のブースターだと思うんですけど、もうその人たちにギャフンと言わせようと思ってプレーしました。オンザコート2と苦しい戦いが続く東京ですが、その穴を埋めるべくキッド・ジョンソンとアシュビーの2人がインサイドで踏ん張ります。すると今度は外から情報、どちらが手紙を抱えているのかわからないようなゲーム展開。しかし新潟も徐々にエンジンがかかり出し、チットウッドがスティールを連発。ここから新潟らしいトランジションの速いバスケットを繰り広げ、前半3点のリードを奪います。なんとか食らいつく東京ですが、後半新潟はミスマッチをついてバークスがゴールでした。さらに前日のヒーロー竹野とリトルのスリーが決まりだし、みるみる点差が開いていきます。この日ダンクがなかった東京に対し、新潟はアキングベートが豪快なダンクで会場を沸かせ、聖地代々木で2連勝を挙げました。はい、ということでね、川地さん、はい、東京はやっぱりもう2人ヘリコプターとニック・デイビスを、ね、はい、入ってるというのはやっぱり痛いですよね。そうですね、やはりですね、インサイドでこう安定したオフェンスができないので、ね、最後終盤になるとですね、どうしても出てきちゃいますよ ね、 ね、そして一方で竹野がやっぱり活躍してる。いやー、すごい確実でしたね。はい、東京は怪我人続出、しかも4連敗、首位陥落の緊急事態にこの人を呼び戻しました。昨シーズンムードメーカーとして力になったデミオン・ベイカー、呼び戻し再出発。でもなんで会いますか、まあ、それはともだった。でもゲーム序盤、このところ好調だった情報がちょっと精細欠きました。逆に富山の鎌谷がフル回転でした。とまあこんな形で東京は最下位富山にペースを握られてしまいます。すると早々と東京シックスマン青木に加えて合流間もないベーカーも入れるわ、まだ万全じゃないヘルグッパーも突っ込むわ、ニック・デイビスまで突っ込むわ、もう誰に構わない全員バスケです。となればデニオン・ベーカー持ち味のミドルを確実に決める。ヘリコプターもエンジンがプルプルとかかってダブルクラッチを決める。
そしてさあ東京速攻から青木がアシュビーのお膳立てハリウープを決める。こうなるとイケイケ東京、ニックもダンクを決める。ヘリコプターはハリウープワンハンドで決める、決める、決める。そしてまたアシュビー決める。終わってみれば4連敗の悪夢が全く嘘だったかのような快勝。まさにこの日はそう、ハッピーバレンタインデー2月14日2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 日。翌日タレント西村智美さん親子が応援に駆けつけました。15日です。その期待に応えるようにこの日は初めから強い東京の完全リプレイというかデジャビューというか、中でもこの人は青木浩平、縦横斜めかき回すかき回すグリングリングタイムをかきます。中でも圧巻幕のマジックのようなこんなパスとかね、芸術的アシストアートです。締めくくりはこの後に出てくるんですが、バックパスすごかったですよ。ほらこんなこんな2日間で40得点14アシスト青木大暴れ。みんな良かった東京でも、中でも公平マジックがひときわ際立ってましたよ。今日みたいなゲームができればどこにも負けないと思うし、やっぱりあとは僕がダンクするっていう感じですかね。そんな感じで東京アパッチ11番は公平でした。変わってこちら東京対仙台です。今シーズン2度目の有明参戦仙台です。まあ、昨シーズンのカンファレンスファイナルを含めて有明での対東京戦は仙台3連敗中。さて東京ですが、怪我の仲間に代わってルーキー矢田がスタメン。ちょっと余裕かツープラトン。でも立ち上がりアシュビーの豪快ダンクで仙台の出鼻をくじく。一方立ち上がりショットがこれ落ちてしまった仙台、でもこれウェブが決めます。ここをきっかけに速攻ゴールしたクリスプルム、相変わらず強いですね。さらにセットプルーにもエンジンがかかって鮮やかダブルクラッチ。あちゃー決められ始めたな。前半のうちに仙台が盛り返して2点差です。ところが後半の立ち上がり仙台のショットが来ないんだ。どうにも第3クォーターのこの入りが悪い仙台、それに対して逆に東京はというと、まだ加入してまた加入してですけどね、3試合目のベンチスタートベーカーきっちりと得点を決めます。でいつもの通り仙台はだんだんレフリーのジャッジにこう不満爆発という展開になってくる。なんでよ、でも表に出ました。あんたそれでもペースは変わらずで、両者でビッグプレーが飛び出す東京。こうなりゃ東京アパッチノリノリです。一方仙台は最後までちぐはぐ。点差以上に何か東京余裕がありました。さあ有明で勝てない仙台、翌日どうするの。その翌日何とかしたいわけですよ仙台。まずは出だしが大事ですよと望んだわけですが、草加もういきなりスリーポイント決めました。さらにもう一丁決めるの、立て続けに2つ決めました草加光。これで大きくリードした仙台、よしよし狙い取り、よしよし浜口ヘッドも笑みです。ところが草加のまあ相方といいましょうか、高橋に当たりが来ません。全くと言ってほど来ないと仙台の隙を見つけた東京、すかさずこの日はベンチスタートだったニック・デイビスをコートに入れて、そのニックがリバウンドを取るわ、シュートを決めるわ。もう手長いですね、完全にゴールした試合です。そしてヘリコプター一部にヘリ風邪ひいた説もあったんですが、風邪ひいた人がこんなプレーできないでしょ。こんなのとかこんなのとか、相手が4人ようが5人ようが6人ようが、まあ、6人はいないわけですけども、とてつもない個人技です。仙台は一生懸命こう代わって投入するプレイヤーがなかなか当たりが来ない。佐藤慎也頼みのスリーポイントもこれも決まらない。がっくし。草加に代わって投入された島に至っては、あ、出せない、バイオレーション。何やってんですか。ますます仙台流れに乗れません。でもってヘリコプターはというと、本当にあんた風邪ひいてんのかというぐらい第2クォーター1人で5連続得点、ダム級のぴょんぴょん。あっという間に仙台引き離されて前半9点ビハインド。でも前日と違うな、後半の入りには成功しました。第3クォーター仙台、高橋のスリーもやっと決まります。でも東京もすぐにこれに対してニック・デイビスが返します。よしそれでいいんだ、それでよし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 。仙台の必死な反撃もヘリコプターのブロックショット、生えたターキー。仙台にはミスも出る、ウェブ決めといてくれ。こんな展開でも残り2分で13点差、ちょっと絶望的、そう絶望的だったんですが、よく見てここから入り出すスリーポイント仙台。バスケはここからですね。続いて佐藤慎也が2本連続で決めます。あれ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 、気がつけばそこは見て80点差、まだ38秒もある。あれわかんないね。仙台ゴールでまず2点を取りに行くなのに、こっから大事なところが入らない。草加が空いてた、お願いスリー、入れば同点だったのに、短い、もう一本打ちたいのに、あーそのままブザー。
本当もったいないね。驚異の粘りも仙台いかにも遅かりし、結局東京逃げ切り、仙台最後の有明も勝ちきれませんでした。何かこういうのあるんですね。そうですね、仙台あれだけ来てたのに、ね、もったいないですよね。何かこうね、また先行カンファレンス間のあれでまた当たる可能性が十分あるだけに、仙台対東京に、はい、なんとか克服したいところなんじゃないでしょうか。そうですね、あの本当に有明のアパッチ戦、はいね、やっぱり1回は勝ちたいですよね。果たしてこの先におそらくは当たるであろう肝心なところで仙台は東京を克服できるかどうか。そうですね、あと相変わらず浜松通しというところで何かだんだん東の勢力図見えてきたのかな、うん、という試合2つをお伝えしました。はい首都圏ダービー in 埼玉、スティーブ・ホーンが捻挫で欠場し苦しい中で東京を迎える埼玉。この日は格闘家のベルナール・アッカ氏が応援に来ました。埼玉は前半から積極的にインサイドを攻めます。ディフェンスの意識が中に向いたところで清水大志郎のスリーポイント、さらに速攻からレジー・ウォーレンの力強いダンク、そして寺下も得意のインサイドで得点し埼玉がリードしますが、その直後寺下がヘリコプターに対するディフェンスでファールを取られ、ここから流れは東京へ。これで甘くなったインサイドをヘリコプターがスローインからワンタッチでシュート。後半に入ると青木のスリーで東京が逆転に成功します。その青木のパスからヘリコプターのアリーウープが決まり、こうなると東京止まらない。さらにこの日ダブルダブルの活躍を見せたニック・デイビスもゴール下を支配、埼玉なすすべがありません。東京はインサイドへのアタックを繰り返して相手ディフェンスを翻弄、インサイドを攻めきれずファールがもらえない埼玉を尻目に、東京は圧倒的なフリースローの数で引き離します。そんな違うんだ。埼玉はこの日42得点のウォーレンがベイカーの挑発にエキサイトするなど、フラストレーションの残るゲームで悔しい逆転負け。どうする埼玉。翌日曜日、第2クォーター途中まで15点ものリードを許した埼玉でしたが、レジー・ウォーレンのブロックが次々に炸裂、東京のフィールドゴールを止めます。ディフェンスから流れを呼び込んだ埼玉がインサイドを中心に得点を重ね、一気に追い上げムード。新加入のイエン・オースティン・リーも果敢にゴールを狙い、第3クォーターで逆転に成功。最後はこの2試合で74得点を稼いだレジー・ウォーレンのアリーウープが決まり、埼玉連敗脱出。さあ、それでは早速ゲームに参りますが、今回お伝えするのは東西両カンファレンスの交流戦です。本当にこのあたり注目ですが、まずは、3月5日と6日木曜と金曜に駒沢で行われたゲームからご案内しましょう。東西対決ってどちらかのホームで2試合しかないんで、これ貴重な対決になるわけですが、東京アパッチ対滋賀レイクスターズ駒沢です。まあ、そんなわけで滋賀は東京初見山なわけですが、実はこの日の午前に町田選手のお父様が亡くなったという悲しい知らせが飛び込んできました。でもチームにとって大事な時だからとプレーを続ける決断を彼は出しました。さあ、一方東京、東足首を痛めていた仲間が復帰しましたが、ベンチスタートでいつもの通りの2プラトンでスタート。東京はバッチスタメンでこのアシュビーが好調でした。インサイドで決めると、これ藤原のパス、ミスパスの形になったのをスティールしてスル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 、まあ滞空時間の長いダンクだこと、ね、ここに来て本当ね、アシュビーがね調子出てきましたね、はい、逆にちょっと序盤藤原ミスを力た格好になってターンオーバーの連発、イージーショットも、あ、パソコンパソコン、あー、およよで、滋賀というとフリースローがなー、あー序盤で6本フリースローのチャンスがあったんですが、入らなくて、あのゴール裏のぐるぐるやめてほしいっていう、ね、声が聞こえてきそうです。でも町田がここで強い気持ちで3ポイントを決めてね、これがベンチのメンバーにもこう力を与えたでしょう。町田は実はこの試合積極果敢に自らシュートを狙っていって、ファウルを誘って自ら得たフリースローを5の5 100% 決めました。これにチームメイトも燃えるビルビー連続ダンク。ただ東京も途中投入された仲間がこれ判断のいいミドルになりました。さらにここもスペースに入ってレイアップ、こうやってあの川内さん、滋賀にリズムを渡さないと、これ大事なプレーですね。本当うまいですよね、ヘリコプターが裏にスルスルスル、今一体どっから来たの。鮮やかアリウープです。ディフェンスを崩された格好の滋賀、10点リードを許します。47対37、東京リード。後半も東京大技炸裂、すごいですね。ヘリは相手2メートル13あるシェーファーの頭の上、なんじゃそら。さらにヘリコプターニック・デイビスからのアリウープ成功、変幻自在、東京のダンク構成、駒沢ダンクフェスティバル。
東京はフリースローの数で言ってもほら数字がはっきり物語ってるね。滋賀の倍近く12点差これでつくわけだからバカにならないですね。いや大きいですね。というわけで滋賀乾杯の格好、快勝東京、明日も勝つよ。滋賀はね、4位に食い込んでプレーオフに向けて連敗は避けたいわけです。一方逆に東京はやんちゃですね。1戦目勝つと2戦目どうも油断が来てね、こうやってターンオーバーね。前日と同じメンバーでスタートした東京ですが、ルーキー矢田がミスを重ねた格好でリズムが壊れてしまいました。速攻を許した東京、逆に滋賀はこれを利用して10対1とリードです。たまらずブライアントヘッド早々タイムアウトで選手交代が、ちょっとブライアントヘッドらしからぬベーカー、青木、ヘリコプター早々送り出しましたね。そうですね、本当早かったですね。さてこれ川内さんにぜひお話しいただきたい。ヘリコプター相手に滋賀が取ったのがボックスワンっていうんですか。そうですね、あのヘリコプターに対してはマンツーマンで、他の4人が、はいはい、あの四角いですね、このダイヤモンドで、あのゾーンで守ってるんですね、はい、でヘリがボール持ってなくてもマーカーがピッタリとあの丸の中、はい、そうですね、もう必ずヘリにはもうフェイスガードをつけてですね、ボールを持たせない。あ、フェイスガードっていうんですかね、はい、マークをするプレイヤーが。これでですからヘリコプターわずか12点しか入らずという、ボールがとにかく回ってこないで東京がディフェンス崩れる。滋賀のインサイド攻撃、ファウルがかさんでフリースロー。まあ、この滋賀のフリースロー確率の悪さを計算して東京をこうしたのかもしれませんが、この日は滋賀良かったんですよ。いいね、だからやはりあの技術じゃないんですよね。はい、もう精神力ですね、フリースローはね。ピアスさんもニコニコでした。でリズムが良くなって外からも滋賀好調で、スリーポイントも第一クォーターから5本、藤原がここ2本決めましてね、ますます空気が良くなります。一方東京、ヘリコプター封じられても俺様、ニックデイビスダンクです。滋賀はここで町田に振る素晴らしい気迫のスリーポイントにガッツポーズ。闘志を見せたフレッシュ氏が前半で敵地13点リードで折り返しです。でもさすがに東京も第3クォーター、青木浩平技ありスリーポイント2本返して追いかけます。さらに東京ディフェンスを立て直しました。ここでガゼン川内さん、滋賀のショット落ちましたね。そうですね、あのやっぱプレッシャーかけてですね、はい、でまた東京がよくディフェンスリバウンドを取りましたね、はいはい、全くと言っていいほど滋賀の攻めが入らなくなって、勢いが東京、第4クォーターヘリコプターがインサイドを次々破る。そしてジュリアス・アシビーがこれ頑張りました。アシビードライブを成功させて東京が土壇場これでひっくり返って68対67。さあピアースヘッドどうするんだ。Gonna go basic five right away. You guys gotta be ready outside, alright? Everybody gets back on defense. さあ勝負で外、町田スリーポイント決まる。根性の一発、これで再逆転2点リード滋賀。でもこの後東京もフリースロー、これヘリコプターが2本とも沈めて同点。70対70、オーバータイム突入です。駒澤熱いぜ。さあこれ普通追いついた側が有利ってよく言われますけれども、でもショットを決めたのは滋賀。ライアンロープで松田のハートに応えたいという気持ちもあったでしょう。外から次々と面白いように決まりました。本当に記者席で見ててうわこんなに決まるんだって感じになりましたが、東京を突き放します。最後は何度となく苦しめられた格好のそのフリースロー、藤原投手をきっちり決めて滋賀勝ち。町田も思わず拳を握りしめました。ではコメント。よかったちょっと決めきれなかったっていうのが多かったんですけど、まあでも最低限仕事はしたんじゃないかなと思いますね。まあいろいろあったんですけど、まあそれはそれとしてゲームに集中できたんで、はい、よかったと思います。これ無償、はい、力を与えてくれたんですか。そうですね、はい、すごく力になりました。この敵地駒沢での滋賀の一勝というのは大きな意味になるんじゃないでしょうか。大きいですね、あの特にねちょっと不幸があったね町田、はい、やっぱ彼がですねすごくこの2ゲーム集中してましたね、はい、いいところで決めてましたよ。序盤からピアースヘッドが使い続けて、あの外からのスリーも要所で決まるというあたりね。そうですね、はいはい、ここに来て3連敗とはっきり下降戦の高松ですが、ゴードンがおよそ1ヶ月半11試合ぶりに復帰。一方前の日回収した東京ですが、ニック・デイビスが今度は左肘を骨折、再びピンチに。そんなこともあっていつになく気合を入れるブライアントヘッド。でも気合なら青木ヘッドも勝つんだという気持ちを強く持てと選手を鼓舞。これに応えてスパークスがいきなりスティールからダンク。すると昨日はわずか2点に終わった岡田がスリーを連発。この日は15点。そうです、髪の毛も切りました。さらに昨日は3点だったマット・ギャリソンもスリー3本19点と大幅アップ。それでいいんだ、それで。
高松が第1クォーターから20点もの大量リード。高松はその後も気迫あふれるプレーで次々と得点。前の人は打って変わって東京に快勝、連敗をストップしました。一方の東京はというと2年ぶりの高松凱旋となったアシュビーが1人意地を見せましたが、チームとしては全く精彩なし。目立ったのは苛立ちから思わず肘が出てしまったベーカーのラフプレーや、ジャッジに対して怒りを爆発させたブライアントヘッドの迫力満点のこの姿だけ。コート上では報復プレーに歯止めなく、4年間で最悪のゲームと吐き捨てたブライアントヘッドの怒りは最後まで止まりませんでした。はい、ねえ、ともあれ東西2位同士の対決は1勝1敗に終わっています。さあ続いてのゲームは3カード続けてお伝えしていきます。福岡対東京、大阪対新潟、そして仙台対大分戦です。まずはライジング福岡対東京アパッチの一戦、福岡のホームゲーム。ニック・デイビスの骨折でピンチの東京、でも俺様がいるとヘリコプター、そんなヘリコプターにあっちに行けと突き飛ばしたのはジョン・ニューマンヘッド。活躍するなよという脅しなんでしょうかね。さてゲームは立ち上がりで久しぶりに情報のスリーポイントが決まると、その情報からヘリコプターアリエフ。まずは東京がリズムをつかみます。するとどうです、今俺何言って知らんて、だから酔ってくるなって言ってんだろうなんて青島さんの真似してしまいました。一方の福岡はこの人マリーン・ブライアントが空気、スリーポイントを連続して決めたかと思えば速攻から豪快なワンハンドダンク、ね、これ見事でした。思わずこれを見てよしそうだそのファイトだ。しかし東京も絶好調のアシュビー、ニック不在も何のその、前半からダンク3本と爆発します。さあブライアントヘッドコーチ、いいじゃないかえ、ボレボレするなお前、今日六本木飲みに行くか。前半で東京が大量16点のリード、なんとか巻き返したい福岡は後半得意のプレスをかけ東京の速攻に食らいつきます。するとオフェンスにもリズムが出た福岡、パーカーの連続ショットなどであっという間に5点差に詰め寄ります。さあこの後東京にまた突き放されますが、ニューマンヘッドは原口をコートに、その原口がスリーポイントを2本決めると、そのパーカーもスティールからこのダンク、再び点差が詰まります。そう詰めたんですが、東京はその度に青木のスリーポイント、さらにまたヘリコプターのアリウープ。東京は第1戦を快勝、しかし翌日の第2戦は接戦ながら福岡が雪辱。東京はなんとこれで4カード連続第1戦に勝ちながら2つ目は敗れての1勝1敗です。同じカンファレンス同士、今度は東の頂上決戦ですね、東京対浜松、早速どうぞ。浜松スミンミン有明2度目の上陸です。桜前線と共にやってきた、そんな感じですね。春休みウィークエンド、東京にとってはプレーオフ進出がかかっています。ほら見て5112人来た。その中にはなんとあのかつてジャイアンツで大活躍をした桑田真澄さん、それからバスケ界のビッグネームもですね、 JBL の織茂選手だとかプリンス五十嵐選手の姿も、それから五十嵐選手は JBL ファイナルやったばっかりですね。さてそれだけいろんな人が大注目するゲームに、ブライアントヘッド東京サイドはガーデナー封じということで中西を指名、きた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 、必要なまんま、これが序盤当たって前半15分本打たれたんだけど決まったのが2本というガーデナー封じ中西、リズムを狂わせましたか。さあそしてゴール下でもミンミンにシュートすら打たせない徹底ディフェンス、ここはアシュビーですね。うわ中村ヘッド、なんと第2クォーター浜松が BJ 最小スコア対の3得点に封じ込めたんです。第2クォーター東京前半13点リード、後半の東京の流れヘリコプター豪快ダンク来たよ。ホームブースターがもうあっちっちの振ってに達すると、ディフェンスでも前半同様ガーディナーに全く仕事をさせない、ガーデナーにしては少ない13得点に東京守護で言えば抑え込んで、これは東京楽勝ムードかな浜松。うわ中村さん、ところが浜松東三河もイースタン首位の意地がある、そう東京より現状上なんです。簡単には引き下がれません。大口さらにここモリソンもスリーポイント、
そしてガーデナーからジョーダンへ豪快アリウープダンク。なんとなんと最終クォーター残り4分、浜松逆転に成功しています。と東京守護で言えば楽勝ムードが一転窮地に追い込まれた。しかしこの窮地を救ったのは青木浩平。残り3分を切ったしびれる時間帯にきっちりとスリーをするも2本沈めて東京再び逆転。紫が有明揺れる揺れる頂上決戦、東京が制し、これで東京プレーオフ進出決定。中西にっこり、ガーデナーがっかり。みんなの気持ちがパッて絶対短かったのに入っちゃった。 Important day for us. Very important.前の日5000人、この日は6105人。セインカミューさんもアパッチカラーの紫一色で決めております。さあゲームは前の日の興奮そのまんまに序盤から白熱白熱、何しろ東の頂上決戦、アシュビーダンク連発、東京ブースターを熱狂させます。連敗は避けたい浜松東三河も、ここはモリソン、そして岡田、ガーディナーのパスを受けといてアウトサイドからスリーポイント。こうして浜松も応酬です。そしてガーディナーが前の日のリベンジ、中西め。この日も東京から必要なマークを受けてはいたんですが、ガーディナー一瞬の切れで振り払ったんですね。前半26得点、ガーディナー大爆発、前半9点リードを浜松が奪っています。さあ東京ベンチ、プライドにかけて止めたいのは山々。でも後半も一度火がついた突貫小僧は止められません。ガーデナーありがとさーんと外から中から攻撃一気に加速。そしてお待たせしました、出前一丁つま先ダンク、はい戻らなきゃ。さらにこの日26得点もマークしたモリソン、モリソンが効いてました、大活躍。完全にこの日は浜松のイケイケモードでした。でも勝利を信じて東京ブースターウェイーブ、こんなブースターに応えなきゃと東京反撃です。情報これ見て、体を張りながらこんなアクロバティックシュート。さらに情報、ここはピンポイントパース、アシュビーダンクお膳立て。そして今度はヘリコプターアシュビー、ホットラインアリウープ、豪快ブースター脇に湧く。ところがところがところが、その東京反撃ムードを断ち切ったのがやっぱりこの人がガーデナー。ローテーションでマッチアップを変えてくる東京のディフェンスをものともしないのがやっぱりガーデナーのすごいところ。この日43ポイント、前の日の借りを個人としてもそしてチームとしてもガーデナーきっちり返しました。イースタン頂上決戦は1勝1敗のタイ、燃えに燃えた有明の2日間。ミンミン曰く、またプレーオフで戻ってくるからね、みんな待っててね、シェシェというゲームだったんですがね、はい、東のプライドのかけた熱い戦いになりましたですね。そうですね、頂上決戦で、まあ、イースタンの、まあ、トップ2位のいいゲームでした本当に、はい、ただガーディナーを、はい、抑えた割にはちょっと点数がやはり詰まったっていうところがやっぱ東京厳しいところかなとは思いますけどね。どうやったらガーディナーを封じられるのか、各チームも、ね、これから終盤戦そうです、ね、さらに緊急を重ねてくるんでしょうが、はい、その意味でもちょっと注目の一戦今お伝えしました、はい。さあそれではイーストその他のゲーム、まずは東京対新潟、そして埼玉対富山戦ご覧ください。ネットペッパーガールズの知人姉妹の2人が爽やかな風を送り込んだ代々木第二体育館。しかし東京と新潟といえば、これまでも何かが起きる因縁めいたカードです。さあ東京は新潟でこのところ好調のエマニュエル・リトルをキープレイヤーと見て中西をスタメンから起用。その中西が狙い通りリトルをシャットダウンすると、攻めても開始から1人でいきなりチームの4連続ポイントを挙げます。さらにここ情報の3ポイントは跳ねますが、これをヘリコプター押し込む。東京がリズムをつかみます。しかし新潟も竹野を投入すると、その竹野がバスケットカウント。さらにこの男も決まり出すと止まらないアントニオ・バーツのスリーポイント、新潟があっさり逆転。そしてまたここ竹野、こちらもスリーポイント、新潟がさらにリードを広げます。第2クォーター東京は新潟のトラップディフェンスに牧ダレンがどっぷりハマってしまい、完全にリズムを失います。そして新潟のリズムをキープしたのはこの人、キャプテン小菅。今シーズン不調が続いたキャプテンですが、ここはきっちりスリーポイント、完全に主導権を握った新潟が前半で大量18点のリードを奪います。さあ流れを変えたい東京ですが、竹野からビュートラックのアリウープ。東京戦はディフェンス重視の池田もスリーポイント。ますます勢いに乗る新潟に打つ手なしの東京。さあそのイライラからかニック・デイビスがリトルに、これは危険なフレグラントファール。
これに怒ったビュードラックと揉み合うニック・デイビス。場内が騒然となります。ニック・デイビスはフレグラントファールにテクニカルが加わり退場。さらにこのシーンです。第3クォーター終了寸前、ブザーの前にファールがあったように見えたんですが、レフリーそのファールは取らず、これに東京側が唖然とします。これも伏せになったのかもしれません。第4クォーターまたリトルに、今度はキッツがフレグラントファール。思わず危ないよと怒りを隠せない広瀬ヘッド。これで完全にゲームも壊れましたが、収まらなかったのが東京のブライアントヘッド。積もり積もったジャッジへの不満からか怒りが爆発、ゲームもたびたび中断するなど異様なムードの中、もちろんこれでブライアントヘッドは退場です。まさに自滅した格好で東京は完敗、なんとも後味の悪いゲームとなりました。代々木にも咲いた桜のように爽やかなゲームを望みたい翌日、東京はシックスマンの青木浩平をスタメンに送ります。その青木がいきなりドライブからレイアップ、さらに新潟のトラップをものともしない167センチのゴール下、飛躍を見せつけます。東京はディフェンスでは竹野マークに岩佐を起用、その岩佐が期待に応えてツッコンマークで竹野の動きをきっちりと止めます。さあリズムをつかんだ東京は1日経って冷静さを取り戻したかニック・デイビス。さらに情報のスリーポイントも炸裂、昨日とは全く逆の展開、この日は東京が大量18点をリードします。ところがここからが昨日とは違いました。後半になって新潟の猛反撃が始まり、点差が一桁になると第3クォーター終了寸前、リトル、これが入ります。リトルの超ロングスリーポイント、場内大歓声。勝利の粘りを見せた新潟がこのクォーターだけで12点を縮め、6点差で最終クォーターへ向かいます。ムード一変で大ピンチの東京、 MC 梅さんの温度で子供たちが、そしてセインカビンさんが必死の応援。しかしこの後も新潟は池田のスリーポイント、これでとうとう1点差、試合が完全に分からなくなりました。しかしここでチームを救ったのはこの男、青木浩平。スリーポイント、場内が揺れます。さらに青木、今度は竹野の頭の上から連続のスリーポイント、まさに戦略役者。今日は負けられないと一人静かに燃えていた青木のスーパープレーで東京が第2戦は雪辱。青木は今シーズン初のフルタイム出場で29得点の大活躍でした。3位の仙台を振り切りたい東京、負けられないアウェー戦ですが、富山を支える2人の外国人選手の厚い壁に阻まれインサイドを攻めきれません。ここから流れは富山に傾き、ウッドヤードに3本のダンクを決められ最大14点のリードを奪われます。ところが第3クォーター残り3分、ジェロットワードが青木浩平に一撃、選手に怪我を負わせかねないプレー、フレグラントファール、ペナルティー2とみなされ即刻退場処分となります。目に見えて弱くなった富山のインサイドを攻め立てる東京、シュートが外れてもヘリコプターが力技で押し込みます。最終クォーター怒涛の反撃を見せた東京が試合を一気にひっくり返して大逆転勝利。翌日も100点ゲームで富山を圧倒し、これで3連勝。一方負けが止まらない富山は15連敗です。2位か3位か、どちらにしてもプレーオフのカンファレンスセミファイナルでの再戦を睨んでの直接対決ですが、何としても連勝したい仙台がまずは積極的に仕掛けます。序盤は互角の展開だったんですが、中盤このパス回しからセントプルーのスリーポイント、さらにペッパーズの速攻からミドルシュート、見事です。高橋も得意のショットを沈めて、これで11点リードした仙台。ところがこの後です、草加が捕まってターンオーバー、これで流れが一転、東京へ移ってしまいます。ベンチスタートから交代して入ったばかりの仲間のスリーポイント、さらにこの仲間立て続けにもう1本スリーポイントを決めてきます。残り1分から一気に追い上げた東京が1点差に詰めて第2クォーターへ。その第2クォーター、リズムを掴んだ東京が徐々にゴール下を支配していきます。仙台はディフェンスリバウンドをなかなかキープできず、こちらもアシュビーに得点を許します。流れを変えようにもボールが落ち着かなくなった仙台はオフェンスでもミスが出てしまって、またしてもターンオーバー。そして東京フィニッシュは青木のレイアップ、ここはうまい。
仙台は崩れたディフェンスを立て直そうと途中からゾーンを敷いてきますが、逆にミドルポストがぽっかり空いてしまって決めたのはベーカー。仙台はどうにも連携が取れなくなってしまいミスを繰り返します。ここも得意がありません。仙台ここローポストのワンオンワンでもヒョルムがアシュビーを全く抑えられず次々と失点。前半で51点も取られてしまった仙台が15点の大差をつけられてしまいます。なんとか巻き返したい仙台ですが、後半に入っても全くリバウンドを取れません。ここも取られました。特にアシュビーには最後までやれ放題。この日のアシュビーはインサイドのシュートだけで12の9、18得点。そして外からはというとこの人がいます。青木のスリーポイント、この時点で20点差。で第4クォーターも青木の圧倒的な決め手に仙台はなすすべがなく、ベンチメンバーだけで63点ももぎ取った東京が100点ゲームで完勝。これで東京との差は残り3試合で3ゲーム、仙台の2位は難しくなりました。もう非常に残念です。ただもう完全に力負けですので、これはしっかり認めないと、次のスタート切れませんので。次の日一つ勝って余裕の東京に対してもう落とせないと気合を入れ直した仙台。まずは昨日徹底的にやられたリバウンドに気持ちを集中させ、この日は成果を見せます。さらに浜口ヘッドが指示したのはファールをしてでも東京の流れを止めること。これが昨日はできませんでした。このシーンです。これで昨日とは一転リズムに乗れた仙台はオフェンスでも要所できっちり得点を取っています。そして仙台の一番の収穫はこの人です。青木楓二にと早めに送り込んだ松田が持ち前のファイトあふれるディフェンスで東京の攻撃のリズムを崩していきます。ここも青木のバックに食らいつきます。この松田のディフェンスに手を焼いた東京はこの日ターンオーバー16とミスが目立って、第2戦は仙台が雪辱。レギュラーシーズンでの対戦は東京の6勝2敗に終わります。ということで第2戦はね、仙台が一矢報いましたが、ただ川瀬さん、この両チームの直接対決は東京の6勝2敗、おそらくねプレーオフセミファイナルでは2位と3位でぶつかるという状況だと思うんですが、そうですね、ただ最終戦よくですね盛り返しましたね、なおかつ青木に対して増田をつけた、これ正解しましたよね。これちょっと嫌な印象残ってる、嫌な印象残ってると思いますよ、6勝2敗という数字がこの通りいくかなという雰囲気を残した最終戦で、そうですね、感じがしましたけどもね。さあそんな東京なんですが、皆さんご存知のように1年前のプレーオフはファイナルで敗れて涙を飲みました。そんな悔しさを胸に今年こそ頂点へ、選手もそしてスタッフも燃えています。東京一丸、ファイナルで敗れた昨シーズンの悔しさをバネに今年こそ頂点に立つと燃える東京アパッチ。One game, become champion. You just gotta take each game one at a time. そうですね。もう本当去年2位だから、もう今年は1位になるしかないです。ここで倒れてもいいというか、もう命をかけるというか、まあ自分が活躍して優勝したいですね。チームを率いて4年、選手以上に熱いブライアントヘッドも思いはすでにファイナルへ。A deeper bench, a deeper bench. You know, last year.You know, we couldn't go, you know, set eight deep, you know, eight deep players or seven deep players. I mean, now we can go 10, 12 players deep, and that makes a difference. My personal feeling, I like to play Osaka again. That's my personal feeling. 優勝への熱い気持ちはスタッフも同じ。チーム誕生からずっと通訳とトレーナーを兼務している井上静子さん。選手とヘッドコーチの架け橋となり、チームを支えてきました。東京アパッチ4年目なんですけれども、勝った時は多分選手以上に飛び跳ねて喜んでる自分がいるんで、その時の気分は何も変えられないような気持ちですね。井上さんにとっての2つの大きな仕事、まずは通訳。時間を争うタイムアウトでもヘッドコーチの指示を的確に、何より分かりやすく選手に伝えます。そして同時にトレーナーとしての仕事、突然のアクシデントにも井上さんが真っ先に対応します。井上さんが目指すトレーナー像はズバリ体のケアと心のケア、 100% でプレーできるよう
全選手のマッサージやテーピングを一日中欠かさず行います。いや、相当お世話になってますよ。Oh, she's the mama son. You know, she's the taping, she do the massaging, she does it all. Good workout, keep us strong, keep us healthy. You know, basketball is all about repetition and getting healthy. The greatest player in the world can't play if he hurt. Without Zuko and Shinji, there'll be no Tokyo Catch.実は井上さんのご主人もチームのトレーナー兼マネージャーの二足のわらじ、夫婦でアシスタントコーチのいないチームを支えているんです。で、周りの方にはやりづらいことが多いんじゃないの、四六時中一緒でってすごく言われるんですけど、選手に何か起きた時、体の状態が何かわからないことがあった時とかは2人で本当に考えたりとかできるので、自分にとってはそれがすごくプラスになっていると思います。We look at them as family. We don't look at them as just employees, you know. We just look at family and anything that they need from us. Yes, she will. She's going to be crying and all that. I know, I know. For sure. 去年の大阪戦は本当に悔しい思いで終わって、で、青木浩平が怪我をして、最後病院に行ってしまったりとかして、すごくシーズンが終わったという感覚がなかったんですね。今年こそ怪我がないまま、チームが一つになって戦ってくれればと思っています。そしてアパッチの優勝を心から願うもう一人の女性、専属カメラマンの中澤純さん。どこを見てるかとか、誰にパスを出そうとしてるかとか、そういうものを見ながら選手と一体になる時もあるし、見守るような形で撮ったりで楽しんだり、いろいろな感情を持ちながら撮っています。中澤さんが一試合でシャッターを切る回数はおよそ2000回。その中から厳選された彼女の気持ちのこもった写真がチームのホームページにアップデートされ、ゲームの迫力と感動を伝えています。その中でも彼女のお気に入りのベストショットがこちらの写真。ボールを持ってないこういう悔しがる姿っていうのはなかなか瞬間を逃すことが多いので、それでベストショットになっています。専属カメラマンになって2年、中澤さんの夢ももちろんチームの優勝、そして今年はファイナルで優勝してもらって、バスケットの紐をカットしてあれを取りたいですね。チームを支えるみんなの夢を乗せて、イースタンカンファレンス2位のザ・カクエ、東京のマジック1で迎えた首都圏ダービーは序盤から白熱。埼玉のキャプテン清水がアウトサイド、そしてインサイドとこの日32得点の大爆発を見せると、東京はヘリコプターがピンポイントアシストで仲間のレイアップをお膳立て。すると今度お返したばかり仲間がヘリコプターへのリーフ。お互い一歩も譲らず第3クォーター終了して1点差を争う大接戦。ところが最終クォーター、東京は途中出場の岩佐が得点に、そしてアシストにとフル回転しゲームの流れをぐっと引き寄せます。そしてとどめはアシュビーのタップダンク。埼玉を振り切った東京がイースタンカンファレンス2位を決めています。なおこのゲーム限りで倉田國夢さんが4年間の DJ レフェリー人生に別れを告げました。お疲れ様でした。翌日の第2戦、3500人を超えるブースターが代々木を埋め尽くした中、ブライアントヘッドがコートに送り出したのはシーズン中プレイングタイムの少なかった選手たち。オンザコート1でどうなるのかなと思っていたらこれが強かったんです。特に仲間は3ポイント7本中6本を沈め、キャリアハイの24得点をマークしました。収録日でレギュラーシーズンラストゲームに圧勝した東京、一方の埼玉はイースタンカンファレンス5位でシーズンを終了しています。
probably might be one of the reasons I might end up losing my job because I couldn't get him to the playoffs this season, but you know, we'll see about that, but厳しいけど、でも楽しいです。厳しい時もあるけど、でも楽しい。お客さんとかみんなと一緒に盛り上がって、アパッチを全力で応援していきたいと思ってます。ガムキュー頑張ります。 イーストからもう一カードです。さあ、その浜松東三河と当たるのはどこなのかということで、ちょうどその頃レギュラーシーズン2位東京対3位仙台がファイナル4の舞台になります。有明コロシアムでの対戦となりました。ここに乗り込むこと、今シーズン3度目なのはこのイエローグンダム仙台1899。仙台を中心に駆けつけたたくさんの黄色のブースターも後押しします。 仙台勝負はディフェンスだとばかりに立ち上がりから強いプレッシャーをかけて東京のミスを誘い出す序盤戦です。で、東京はファウルの加算でリズムがつかめません。それに対し仙台は東京の岡本は、こんな大技も高橋からセントプルーナーリュープです。こうやって仙台がまずペースを握ってゲームをリードします。ただ問題はこの後です。東京も前からの厳しいディフェンスで情報がクサクサのこうやってスチール。仙台にとっちゃ悪いパターンですね。最後はヘッドフタンダンクを食らうという。 東京からすると離されそうだったところもディフェンスで踏ん張った格好です。仙台ゴール下クリス・フォルム、よく拾うんだけどなかなか一発で仕留められずにセカンドリバウンドでなんとかリードを保つという、そんな形です。東京満を持してこの日スタメン起用の青木浩平がここでミドルを決めると、終盤青木のシーン、こっちをほら、もう憎いばかりのスリーポイント。 30点台というロースコアな形です。流れば仙台でしたが、ここぞで決める東京が1点だけリードで前半折り返し。スタンドにはオーレジーボーレンですね。あとピアスケットは、まあ皆勤賞ってところでしょうか。<笑>さあ、第3クォーターです。インサイドを警戒、浜口ヘッド2-3ゾーンを指示しました。で、まさにその途端情報の3という、これ仙台にとったらあれあれという嫌な予感のパターン。さらにこの後仙台はホルムを下げてスモールラインアップにすると、3は落ちたんだけど、アシュビーにリバウンドを取られちゃって決められて連続失点仙台。 東京が決めた格好で、中かと思ったら今度はまた外。今度はヘリコプターのスリーポイントです。こうして第3クォーター、勝負と睨んだここで畳みかけた東京が流れをあっという間に引き寄せて、リードは気がつけば2桁10点差。さあ第4クォーターです。仙台もセントプルー、この日2つ目のダンクショット。あと前半にはもう1つ決まらなかったスリーポイントを抜きます。一旦5ポイント差にまで仙台詰めます。 第1戦、東京快勝、一方ディフェンスが崩れて後半60分30点仙台初戦を落としました。さあ、この日仙台は第1クォーターからセントプルーのスリーポイントが決まる。いい立ち上がりです。さらにキーポイントの一つはこれ、オフェンスリバウンドだったんですけれども、ウェブが取ってダンク。仙台が前の日の反省をきっちり生かします。いい立ち上がり、ところが仙台にとって痛かったのは相手のこの男の存在、情報まさし。情報の得意のスリーばかりか、するするインサイドも決まってダブルクラッチと、情報に2日間通して活躍されて試合途中なのにブライアントヘッドもこんなににっこり、情報っていうか抱擁っていうか。さらに東京は外国人の大技も炸裂。ティッゾ、そしてジュリアス・アシュビー、すんごいダンク、そしてヘリコプターもこの盤の盤の盤から、こんなもうもうもう強みをいかんなく発揮です。 でも仙台だって、ロードにウェブがいますって。さらに女子ペッパーズもいますって。外、はい、もらっといてスリーポイント、鮮やかですって。離され、かけながらも同点に追いついた仙台。いい試合じゃないですか、シーソーゲーム。ベンワーヘッド、大志郎もいる。
さあ第3クォーター追いつかれた東京相手に昨日は全くなかったターンオーバーが出始める。なのに仙台も突ききれない、決めきれない、もったいない。しかし東京も青木浩平がブレイクでした。なぜかタッチが合いませんでした。この日ここまででフィールドゴールゼロだったんです。青木浩平ならばチャンスと第4クォータールーキー石村のスリーポイント、これで仙台リード。ガッツポーズ。しかしここまでノーゴールだった青木が肝心の肝心のここで決まるという、なんちゅうか得点圏打率の高さというんですかね。スリーポイント成功です。ニッコニコ。でも負けられない仙台もこの後粘って、残り17秒でわずか1点差東京リード。仙台ファールゲーム、青木ワンエンドワンスロー、フリースローのタッチになることはご存じの通り。さあ決めればより勝利に近づく、落ちろと言える仙台ブースター。外した。では仙台どうする、タイムアウト、タイムアウト取らない、時間はまだある、あることはあるぞ。ペッパーズもらい受け、もう一度もらい直して、スリーが落ちる、まだある、まだある。高橋逆サイド、もう一度ペッパーズ、ペッパーズ入らない、ゴルム入らない、ブザー。東京苦しみながらも連勝、ファイナル4進出決定。いやー仙台押しすぎる。はー明暗くっきりの有明、あと一歩、あと1ミリ届かなかった仙台、これがシーズンラストゲームに。もう例えば川内さんにぜひ伺いたいのは、はい、あの青木のワンエンドワンが落ちたあの時にヘッドコーチとしてタイムアウトを取る取らない当然考えたと思いますが、はい、あの判断川内さんはどう評価なさいますか。あのもうそこのね、どちらにしようかなと思ったら、はい、取るべきなんですね。はい、だから僕だったので絶対取りましたね。もしくはですね、17秒あってもう一度自分たちシュート打ってですね、もう一回リバウンド取りましたね。その時ですね、まだあと 4,5 秒あったんですよ、はい、そこのタイムアウトっていうことの選択もありましたよね。そのお話を聞いて今これご覧の仙台ブースター、あーってまとまると思います。あとせっかくリバウンドクリス・ゴルムよく取っていた、でも2ポイントの下の確率があまりよろしくなかったですね。やっぱそこら辺はね、リバウンド強いの分かってますから、やはり東京アパッチの、ね、インサイドのプレイヤーもう多分ねヘッドコーチに言われた通りですね、ハードしないでちゃんとディフェンスはしてたと思いますね。なるほど、はい、というわけで東京が進出です。さあお知らせの後はいよいよ4強の戦いファイナル4です。皆さんのおかげで、まあ、なんとか、ね、最後まで戦うことができました。ありがとうございました。たくさんのブースターと、やっぱりあの仙台、本当に全部のメディアさんが来てくれて、まあ、非常に嬉しくて、申し訳ない、まあ、残念で、ね、勝たすことができなかった。非常にこの負けた責任というのは私の責任があるので、まず僕自身がしっかり成長しないと、もう一回しっかりやりたいと思います。それでは続いてはイースタンカンファレンスファイナルです。その激闘の沖縄大阪戦が終わって、まだ余韻冷めやらぬ中で行われた浜松東三河と東京のゲームなんですが、こちらも手に汗握る大激戦となりました。ご覧ください。レギュラーシーズンでは6勝2敗と浜松東三河が東京を圧倒してるんですが、鍵を握るのはやはりこのエースのマイケル・ガーデナー。一方東京はこれまでにない走り込みとディフェンス練習に時間を費やしてきました、まあ、それだけねブライアンヘッドコーチはマイケル・ガーデナーとそれからもう一人の得点源マーカス・モリソンを徹底的に抑えたいという意図があったんだと思いますが、立ち上がりですがガーデナーに対して青木浩平がマッチアップするなど東京のディフェンスが機能します。ディフェンスでねこれリズムを掴んでいくとこの大技も出てくる。これ川瀬さん東京のスタイルですよね。スタイルですよね、ディフェンスからねあの派手なプレーに、はいはい、つなげていく、まあ、絶好のスタートを切ったかなという東京の印象なんですが、この後もねガーデナーに対してはこれ来ると2人3人で来るんですよね。もうシュートエリアに入った瞬間ですね、もう2人3人で、はいはい、マッチアップしてますよね。ガーデナー1人でターンオーバー11個を犯してしまうんですが、ただそのガーデナーの代わりにこの人オシティ、この人が良かった、ね、ポイントで3ポイントの確率高かったですね。
そしてガーネラーもフリーだと分かればこうやって決めてくる。しかもそこで立ち止まってスリーポイントを選択するわけですから、相当な自信がやっぱりタッチにあるんですね。そしてもう一人のエース、マーカス・ボリソン、この人も今日は抑えられてしまっていた。さらにガーネラーがこれやはりちょっとイライラするんですね。あまりにもディフェンスがきついんで手でこう突き飛ばしてしまいました。ガーデナーのファウルは早くも3つです。マイケルがもう入り込みすぎて、これじゃ悪いパターン。試合はこの後も東京ペースで進んでいきます。ジョン・ハンクリー、オフェンスリバウンドもいってますよね。そうですね、なんかこう集中力が高いなという。これだけ悪くてまだ5点差。危ない。ウクエンジャーもウクエンジャーもウクエンジャーも。オッケーオッケーオッケー。でいいぞ。今。はい。いい。いい。集中せ。話に。こういうね、かなり厳しい言葉もありますが、確かに浜松これしのいでるんですよね。しのいでますよね。ミンミンも仲間のヘッドの劇に応えて第2クォーター、ようやくこのつま先ダンクが炸裂していきます。さらにこの後日本人選手のショットも決まった浜松が2点差に追い上げて前半を折り返します。接戦です。その分オフェンスではまだ、ところが後半もファールが止まらない浜松。なんとまだ第3クォーター5分でオシティとミンミンが4つずつ、ガーデナーとモリソンが3つずつ、スタメン4人がファールトラブル。それでも浜松懸命に反撃に出てきます。このモリソンのダンクはすごかった。そしてサイレンになります。大口スリーポイント。しかし第4クォーター我慢が効かなかったのがこのシーンだ。ね、ここまで彼がインサイドで頑張ってましたからね、もったいない。これディフェンスでは存在感ありましたね、はい。そして終盤、ここまでオフェンスではなかなかスコアの少なかった青木が決定力の高さを見せつけ始めてきます。この勝負の、ね、時のこの集中力、彼はすごいですね。この人は去年のファイナルで、ね、怪我したままで、ね、はい、去年の時が止まったままだというふうに話していましたが、さらにデミオン・ベーカーも途中から切れ出した。できないのか、できないのか、お前は。中村ヘッドもこの声のからしを、もう残り時間はわずか、しかし浜松が最後の勝負に出てきます。残り9秒になりました。ガーデナーファウルは気をつけなければならない。青木ショットクロック残り4秒、3秒、ここでね、強いですね、ここ一番の青木。結果ルーズボール東京が制して、僕はまだ去年のシーズンが終われてないんですと話していた青木ですが、ここでこれを決めるわけですからね。89対84、東京アパッチファイナル進出。白熱のゲーム、最後は青木浩平の決定力の高さが光りました。ただね、川内さん、やはり東京のディフェンス、浜松のターンオーバー24個ですから、いやもう本当にですね、ディフェンスはもう完璧でしたね、東京ね、はい。浜松を下した東京が2シーズン連続でファイナル進出を決めました。というこちらも、ね、激戦だったんですが、川内さん、改めて東京のディフェンス、具体的に言うと何がどうすごかったのか。いろんなディフェンスをですね、はい、その場その場でですね、ディフェンスを変えたんですけども、はい、特にですね、このゲームで当たったのは、はい、マイケル・ガードナーとあとはモディソン、はい、彼ら2人が得点源だということでですね、この2人にはマンツーマン、はい、で他の3人で三角形でゾーンディフェンス、これトライアングル2って言うんですけども、このディフェンスをですね、初めてあの大舞台でジョー・ブライアントはやってきたんですよね。それが見事に功を奏したと、はい、結果的にガーデナーはシュート13本しか打てなかった。完全に東京守り勝ちました。こんなガーデナーいませんよね。そうですね、見事な東京のディフェンスというゲームでした。サンロコスはいよいよファイナルですが、そのファイナルに特別な思いで臨む選手がいます。見えてきましたね。でもまじまじとこうやって見るのは俺初めてかもしれないです。去年は勢いで行っちゃった感じで、でそのまま試合してて僕一瞬で怪我して、そのまま病院送りみたいな。歯と口が
なんか異常な感覚だったんですよ。自分のものじゃないみたいな。あと目が本当におかしいと思って、何もできなかった自分がすごい何だったんだっていう夢物語でしたね。完全な終わってない感じがするんですよね、シーズン。だからやっと去年と今年のシーズンが一気に終われるっていう気持ちですよね。さあ、残すはプレーオフファイナル4ファイナル、はい、大島さんお願いします。早速参りましょう。沖縄対東京です。どちらが勝っても新チャンピオンです。5月17日有明コロシアム BJ4 シーズン目のチャンピオンはどちらか。ファイナリストの会場入りをたくさんの報道陣が見つめます。そんなに映さないでください。そして河内さん、場内数がびっくり。リーグ史上最多。そうですね、もうちょっとで1万人届いちゃうという、うわー、ふさわしい舞台が整いました。東京は地元、一方沖縄はこれまでプレシーズンマッチも含めて東京相手に一度も勝ったことがない、そんな相手ファイナルです。序盤主導権は沖縄と言いますか、河内さん、東京がターンオーバー連発、これ硬かったってことですか。硬かったですね、あの去年やはりねファイナルで負けてるということで慎重に行き過ぎましたよね。はあ、でそこを突く形で沖縄が確実に得点を重ねていきます。さらに沖縄が東京のディフェンスをパスで切り崩してというそんなシーンも出てまいります。一方東京はファイナルに熱い思いで臨んだ青木康平、徹底マークにやってたんですね、この日ね。タクシーだったりあるいは菅原だったりという、この辺いかがでしたか。ね、全員ベンチから出てきたのがみんな康平にですね、ね、マッチアップ厳しいディフェンスしてますよね、はい。まあ、それでも東京はベーカーがこうやってインサイドの切り込みレイアップを決める、さらにジュリアス・アシュビーの強烈なダンクが出たりと、まあ、やはり2年連続でねファイナルで負けてたまるかという思いがひしひしと伝わってくるプレーぶりです。チャンピオン決定戦です、特別なゲームです、気合十分です。時にはちょっと気合入りすぎでこんな熱いシーン、ベーカー対ニュートン、もうギリギリのプレーが出てかなりヒートアップいたします。まあ、とにもかくにも白熱したゲームは前半沖縄が8点リードでの折り返しです。入りは沖縄、徐々に東京、こんな感じだったでしょうか ね。さあ、暑いといえばこちら NBA ゴールデンステートウォリアーズのウォリアーガールズ、特に日本人の吉見さんも所属して活躍、切れ味十分のホットなダンス、これは全国のチアたちにも超刺激となったんじゃないですかね。素晴らしかったな、この切れ味。素晴らしいといえばもちろんゲームも、超刺激を受けたといえばこのタクシーのプレー、全国のバスケ少年たちが刺激を受けたはずです。タクシー対青木、素晴らしい対決でしたね。すごいですよね、入れたら入れ返しね、はい、もう BGA が誇る日本人対決、これがすごいね。もう実況しながら立ち上がりました。取ったら取り返す一進一退、第3クォーター終了で結局沖縄が6点リードというそんな形になりました。もうこうですもん、沖縄ブースター、もうねポジション争いなんですよねこれね、はいはいはい。68対62でさあ勝負の第4クォーター、運命の10分間、応援も激しさを増す、もうこの日のためにという思い、タクシーのドライブ決まる。さらにマクヘンリーがシャットアウト、相手はしかもヘリコプター、そしてスリーポイント、マクヘンリー、沖縄リードを広げます。さあ一方の東京はというと、主力のプレイヤーが相次いでのファウルトラブルに見舞われてしまっていました。ここはニック・デイビスのファウル、そしてついにはこのキーマンまでもが、あっと情報ファイブファウル、情報ファウルアウト、これファウルアウト情報ファイナル、ここで戦いは彼にとっては終わり。最終クォーター残り6分を切ったところ、東京12点ものビハインド、しかも中心選手がことごとくファウルトラブル、まさに崖っぷち。でもここからベーカーがチームを引っ張る、ね、よく入れましたね、チーム最多の20ポイントというわけで、残り3分で点差は7点、沖縄7点リード、東京7点を追いつけるか追い越せるか、それとも沖縄突き放すのか、頂点への熱い気持ち、さあいよいよクライマックス。ところがここで非常事態発生、よく見てボールのないところでベーカーが、
崩れ落ちる、いきなり倒れ込む、ここです。もうこの瞬間、ここですよね。左足の指導を下げた瞬間ですね。アキレス腱断裂、はい、本当に突然こういう怪我が訪れるんですってね。昨シーズンは沖晃平、今シーズンはベイカーがいるによって2人ともファイナルで、なんという悲劇か東京で。こういったこともあり、流れが沖縄へ。エースジェフ・ニュートンの強烈ブロックショット、これもインパクト絶大。さらにタクシのこっからの無理な体勢からのミドルシュートもド派手なガッツポーズ、それは本当に気持ちがよく伝わります。さあそして試合終了、琉球ゴールデンキングス日本一。昨シーズンのウエスト最下位の沖縄が頂点に、一方東京は2年連続で、よりによってこのファイナルで夢破れました。岩佐もすごいスリーポイント連発だったんですけどね。なんという勝者と敗者のこの明暗。なお3位決定戦は浜松東三河フェニックスが参入初年度にしてスリーピートの大阪エベッサを下して3位になっています。いやー、では勝者たちのコメントを聞いただきましょう。あ、その前にこのネットカットの瞬間、桶谷さん、あーもうねこの表情そしてシンプソンも頑張りました。これが許されるのはチャンピオンチームだけです。これがトロフィーです。では勝者のコメント。去年悔しかった分を全部今年で話したんで、もう本当に嬉しいです。みんながみんなのことを信頼して、自分のやるべきことをしっかりしたというのが結果につながったと思います。沖縄最高って言いたいですね、はい。本当にバスケの本場沖縄が誇りを見せた、プライドを見せた、そんなゲームだったんでしょうか。そうですね。ただこのファイナルに対してですね、やはり沖縄の強みはですね、ジェフ・ニュートンだけじゃないと、どっからでも点数が取れるというのがこのファイナルのこの大切な試合で出ましたね、はい、確かにこのファイナルではジェフ・ニュートンのポイントは序盤はそれほどでもなかったんですが、はい、その辺のやり方、あとディフェンス面ですね、青木浩平いわば完封の形、この辺の桶谷ヘッドコーチのマネージメントもズバリだったんじゃないでしょうか。いやもう本当にですね、ね、まだかなり若いんですけども、はい、本当に毎年毎年こう成長進化してるなっていう感じがしますね。読みがいいですね。一方の東京はもちろんそのベーカーの怪我のね、本当に痛々しいアクシデントも残念でしたけれども、思えばファイナルの中継の時の両ヘッドコーチもおっしゃってたんですが、最初のターンオーバーのその点差が最後まで結局響いたのかなという感じがするんです。その辺についてはあまりにも東京はですね、最初ね大事に行き過ぎましたね。もったいないですね。あ、これ沖縄の喜び爆発、桶谷さんもスーツじゃないですか今。そうだね、 T シャツは着ているけれど、あ、喜び爆発ね。これ取材していた沖縄テレビの三好アナウンサーも本当にもうね、声を弾ませながらというね。お母さん6時台の飛行機でまた沖縄に帰るっておっしゃってましたけども、よかったでしょうね。さあ沖縄の皆さん、本当におめでとうございました。お知らせの後は番組のご覧の方へ今シーズン最後のプレゼントです。